93.0AM1242 日本放送です。ナイツザ・ラディオショー、招待所犬井君子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時を回りました。こんにちは、ナイツの土屋信之です。花輪信之です。水曜パートナーのメープル超合金ドーナツです。ナイツザ・ラジオショー、うん、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。します。すごい一気に気温下がりましたよ。真っ暗になりましたよ、ね、外が一瞬ね。あんな暑かったのに。で、さっき気温見たら33度超えしてたんで、うん、うわ、もう嫌だなと思ってたら、うん、今 27.9 度ですよ。急に5度、6度下がった。この30分で。いや、あと、雷もすごかったです。さっき。あ、夏だ。はい、見えました。雨降ってない。多分降るんじゃないですかね。雨もう降りそうだよね。風もめちゃくちゃ強いし、気をつけてほしいですね。東京だけなんですか？東京だけじゃないよね。あ、どうなんですかね。東京多いよね、なんかね。多いですね。でも西も崩れてんじゃないですか、うん、ってことは。西から崩れる。木曽さんのラジオ聞いとくべきだな、朝毎日。いや、ね、木曽さんが生配信。あれで天気チェックするやついないって。だから基礎さん中さんが毎日自主的な ラジオでやってるんですか。朝7時に全国の天気予報を読み上げてくれるんだけど、誰も頼まれてない天気予報やって、あれで天気チェックするやついない基礎さんのやつで。え、まずは北海道からですが、誰が聞いてんだ、北海道の天気気になる人。どこ住みの人それは。北海道。あ、でもそうなんだ、わ、ね、かんないね。本当にあのなんとかレーダーっていうのが、雨雲レーダー、あれが必要だよね。本当ですね。まあ、夏は特にね、もうこの梅雨明けして、ね、うん、もうこっからはもうゲリラ豪雨がとにかく急に来る。ゲリラ豪雨っていつから言ってます？なんか昔なかったですよね。そう、その言い方問題ね。はい。なんつったら、にわか雨か、普通にね。急な天気の崩れ。だから、今日さ、あの、里崎さんがさ、最近自分が生み出した言葉って言ってるの知ってる？下克上って。あれを里崎さんが自分が一番最初に、そんなわけないって、そんなわけない、自分が最初に、いやいや戦国時代だって下克上言ってた、そんなわけないじゃん、戦国時代も含めて、いや違うでしょ、なんかこう、うん、野球の 何かの例えを下克上って言ったのが里崎さん始めたっていうことらしいんだけど、うん、その前は誰も言ってなかったって言うんだよね。金星みたいなこと、うん、大逆転とか大金星、でもあれロッテの優勝した時に、そのクライマックスシリーズで3位から優勝した時に言われたよね、下克上って。そう、それをだからマスコミとかが言ってなくて、それを里崎さんが言ってたの、ま、そうだから、その時選手だよね、その前だとメイクドラマって ありましたよね、96年に、うん、それまたでも違うじゃん、と10ゲーム差ひっくり返したから、そうね、大逆転ってことだよね。そう。うん、うん、下克上は、でも3位が CS で優勝したから下克上。そう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 。うん、っていうのを、里崎さんが言ったの。里崎さんが誰も言い方がなかったんじゃないの、その時の言い方として。そう、まだだってなかったからね。うん、CS3 位から優勝することがなかった。うん、CS できたばっかだったから。うん、うん、うん。ってことでしょ、そう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 、うん。大逆転とかだったんですかね。大逆転とか。そういう言葉を作ったっていうことだよね、だから。それな、インタビューとかで言ったの、うん、インタビューとかで言ったのかな、ちょっと本人に詳しく聞いてみたいんですけど、俺が最初だって言う、俺が最初だって言ってて、いやそんなわけないでしょうってみんなから突っ込まれてたけど、いやでも最初だって言ってたよ。下克上、下克上を作ったのは違うわけどね。下克上の言葉は土屋さん絶対昔からあるけどね。それは土屋さんの詰め方で里崎さんに言ったら、里崎さんにその言い方ではちょっと対決見てもらう、ちょっと怖かった。里崎さんが、うん、もしかしたら戦国時代かも、戦国時代から言ってるんだったらそうだけどね、里崎さんが、うん、そうかもしれないですね、うん、戦国時代に来たんですかって言うけどね、うん、すごい今日土屋さん詰めますね、うん、たまに出てくるね。いやそれは気になるじゃん、だって下克上作ったっていう言い方はそれは違う。違うでしょ。まあそうですね。プロ野球で要するにこう下のチームが勝つときに下克上って今言うじゃない、うん、当たり前に、うん、それを佐々木さんが言ったってこと、ね、うん、それを佐々木さんが言い出したっていう話です。そうなんだね。そうそう、選手時代にね、選手時代に、うん、他にいなかったのかなっていう感じだよね。そうですね。そうだよね。なんだ、うん、メイクドラマを誰が作ったのかなって話だよね。長嶋監督、だから長嶋監督が、うん、あの言ったってなってるけど、もしかしたら記者が書いた言葉とかよくあるじゃん、そういうのかもしんないよね。新聞の見出しとかね。だから里崎さんも言ってないけど、記者が下克上って書いたのがこんからがっちゃってんじゃないかなみたいな、ありそうだよね、なんかね。確かに、そっか、うん。そういうのってあるじゃん、よく記憶で。でも長嶋監督が新聞で書かれた自分の言ってない言葉を自分で発するのかなとか思っちゃいますね。うん？
新聞で、そう、あのご本人は言ってなかったとしても先が新聞なのに、はい、長嶋さんその後言うかっていうことね、はい、どうなんだろうね。だからさ、みんなが長嶋さんが、うん、メイクドラマですねって言ったって覚え、なんか記憶にあるけど、一回も言ってないとかね、本当は。ああ、なんか一回も言ってないやつ、うん、結構ある、あるっすよね、うん、確か。ね。例えが今出てこないけど。ちょっとその、土屋さんがね、ちょっと半分寝てる。大丈夫。今日、いや、大丈夫だって、もう、一回こう、いちいち、そういう風に持ってるなって、もうやりづらいな。やりづらいって言わないね。で開口一番、うん、今日来るときね、来たとき、来るとき、ちょっと俺、あの、大きな感じをしてました。はい。はい、なっちゃん、昨日どうしたのって言われて、うんうん、え、昨日は仕事してましたけど、うん、なんか、はい、いたよね、駐車場にって駐車場にいたのよ昨日、7月23日ですね、はいうんはい、昨日か一昨日、うん、駐車場にいたよねって言って、うん、あれ何だったの、またあのちゃんとかそういう話をしようとしたんだけど、あのいたのは先週の木曜日もう分かんなくなって。だって5日ぐらいずれてるよね。5日、1週間、ほぼ1週間。木曜日のやつ、うん、あ、そうだね、はい。1週間前のやつが、はい、俺昨日か一昨日感じたんだよ。あのちゃんのやつ来てたの、そのさらにもっと前の週。もっと前の週。前の週です。はい。その前の週は火曜日に来てたよね。はい、あ、それがあのちゃんの日です。だからあのちゃんから今日で2週間ですよね。そうです。だからその、2週間前にやつと勘違いするってことはありませんか、その違う違う、それはない。その後にそんな、あれは14日ずれてるってことはない2週間前のやつはあのちゃんのだっていうのは知ってるから、それは聞かないじゃん、なんでいたのって聞かないじゃん、それはね、うんうんうん、それが先週の木曜日だったのが1日2日前に感じてたの俺あのバイクがなんか置いてあるイメージがちょっと強いのかもしれないけどね。で、その後は、あれだよね、はい、なっちゃんが、あ、そうだ、はい、なっちゃんが先週のゲストとなんか、あれだったなーって、なんか芸歴長いって話したら、あれ先週のゲストって誰だっけって言って、うん、もう流れ星忘れてたんだよね、はいで。なっちゃんと仲いいさーって言って、え、先週って流れ星ですよね。うんああ、流れ星だーっつって。やばいって。それなんだろう、こう、仲いいまで思い出せて、出てこないのが問題で、誰だっけってゼロだったら、それは俺はしょっちゅうあるから、はいうん、もう途中まで思い出せてなんか思い出すっていうのがなんか、なんかちょっと怖いよね。自分の中でヒントがある程度出てる中で出てこないっていう。それもエピソードは出てくるけど、もう顔が出てこない。うん、あ誰だったかな、もう先輩だったかなみたいな感じ。でだからそうだな、あとは、うん、そのこの間、うん日曜日の営業中に、うん、ずっとこう楽屋でタクちゃんがなんか栃木の予選を見てたんだよね、高校野球の。うーんそんな栃木の予選もう結構14日とかに、うん、栃木の予選のそのもう全然1回戦2回戦を見てたんだよ。あ、平タクちゃんじゃなくてあのあごめんごめん、マシコタクロね、マシコさん、マシコタクロは先週先々週。先々週ね。で、楽屋で見てた。うん、で、それを栃木の試合を見てて、うん、で、もう、いろんな全国の試合が見れるんだよ、つって、うんうんうん、もう一個見てたんで、うん、そっちの方が面白かったんで、あの、6対7とかで、うんうんうん。で、もう6対7で負けてる方が、ノーアウトで三塁いるから、こっち見ようよ、つってんだけど、拓、うん、ちゃんがかたくなに栃木見たいって言って、揉めたっていうのは覚えてたんだけど、うんうん、その、面白かった試合がどこの学校だったかを、うん、昨日ふと思い出そうとして全然思い出せなくて、うん、もう高校野球のアプリで、うん、14日にやってた、あの試合を全都道府県見たんだけど、うん、それでも思い出せなかった、うん、1時間ぐらいかかって、全367試合。やばすごい !14 日のね、予選367試合全部見たんだけど、うん、それでも思い出せない。見たら思い出せるだろうと思ったけど、そのスコア全部見たけど思い出せなかった。1時間ぐらい。だって、なんかヒントちょっとぐらいないの？いや、だから、競ってる。だから、競ってる。8回まで6対7で、競ってて、で、うん、そこまでわかるから。高校の名前も1個も見てないの？一個も思い出せない。漢字一文字とかさ。いや、見てたよ。その時は見てたよ。14日の時は見てたけど、うんうんうん、昨日思い出そうとしても1個も。うん名前が出てこない。で、何県かも思い出せない。割と漢字多いですしね。それはやばいね。漢字とか。漢字多いですね。ユニフォームとか。まあそう、映像で見たら思い出すかな。色とかは。でも大体一緒じゃん、高校野球。まあそっか。大体、うん。何で捉えてる人なの？普
段物事を何で捉えてる人、何で捉えてる人なんだ、ね、それもわかんない。もう文字とか絵とかさ、うん、そういうのに捉えてる。JP はね、JP はあのそういうので、うん、あの思い出すって言ったけどね。何かこう、なんか花輪さんだったら佐賀県から思い出すって言ったけどね。紐付けするもので思い出す、うん。なんか、なんとなく絵がね、普通浮かぶじゃない。うん、それが今土屋さんはちょっとしんどそうというか、うん、うん、なんか本当に疲れてるかもしれない。それが思い出せないんだな。うん、思い出せないっていうのはあるよ。でもね、まあ、そうか、聞けばよかったよね、タクちゃんにね。あ、そう、タクちゃんに聞こうと思う、このあった時に ね、それはメモっといていいんじゃないですか。タクちゃんに聞く、それかタクちゃんがどうかも本当かどうか。いや、それ怖いね。それは怖いね。なんだおめえ。なんだ、なんだおめえ。タクちゃん、こないださ、って、栃木のやつ見てたけどさ、って、もう一個あったじゃん、って。俺、7月14日に今、U 字工事が営業一緒だったかを調べたいもん。いなかったらどうしよう。いなかったんじゃないかな。ただ、要するに流れ星がゲストに来た時とかに、うん、はい、その週に、営業とか一緒になった時、この前ありがとうねって言った時に、はい、やっぱり一瞬わかんない。一瞬わかんない時ある。何があってなるとそうそう、毎日やっぱやってるとわかんない。わかんない、月目でやってますもんね。うん、そう。だからもうわかんない。だから昨日か一昨日か木曜日かがもうわかんなくなってる。もうその日本放送多分先週だって日本放送週6で来てたからさ、そうだ、あの駐車場週6で来てたからもうわけわかんなくなって、自分もその週週3で来てましたもん。いや、そうなっちゃうんですね、はい、そうだよ。タモリさんの気持ちがわかるよね。なんかタモリさんも分かんなかったでしょ、恐らく。エイトマイちゃんだから髪切ったって言ってたでしょ。あれ切ってたでしょ。あれは切ってたくないでしょ。全員に言ってたわけじゃないじゃん。全員に言ってたよ。とりあえず髪切ったって覚えてないから。毎回言ってたわけじゃないからね。毎日言ってたわけじゃない。いやー、でもオリンピックももう、開幕らしいね、今日。今日か。うん。ね。開会式。開会式だけさ、ちょっと後にやって、もう、日程的に絶対入らないスポーツ、ラグビー。先にね、そう、サッカーとか、ああいうのは先にやるよね、大体。やっぱ毎日できないからね。っていうのもあるよね。だからもうあれでしょ、日本放送も行ってるでしょ、小長井さん。ねえ、本当だよ、ね。長井さんが行くって言ってた。楽しみだな。ニュースです、ね、見ちゃうんだよな、やっぱオリンピック大好きだから。ね、うん、時差が7時間。ただね、なっちゃん、そんな中、はい、最悪じゃないですか、ネットで注文したシャンプーが。ダンボールに濡れてベトベトになっちゃったんですか。ちょっと待って、絶対オリンピックの話だったでしょ。うん、まだ始まってないから。まあ確かに、そうですね。いや、シャンプーを、うん、のボトルと、うん、その、詰め替え用の、うん、そのやつもセットで買ったんですね、うん、でボトルは無事だったんですけど、うん、その詰め替え用の方が多分破けてて、うん、そのまあ、配送がどうだったのか大元がどうだったか分かんないですけど、うん、もうビシャーってもう段ボールに、うん、で緩衝材もなく、うん、っていう感じだったんですけど、それなんかダメだよね、普通緩衝材がないとね、うん、そうですね、うん、いけないよね。はい、あ、はい、はい、ここで電車と停電に関するニュースをお伝えします。畑中さん、お願いします。はい、埼玉県と東京都でちょっと天気が荒れているところがありまして、電車かなり乱れております。電車に関する情報ですが、 JR 川越線が倒木の影響で川越駅と駒川駅の間で運転を見合わせています。その他、日暮里・舎人ライナー、東武越生線が強風の影響、 JR 八高線が倒木の影響、西武秩父線は設備点検の影響でそれぞれ運転を見合わせています。鉄道各社によりますと、 JR 八高線は午後2時ごろ、西武秩父線は午後1時30分ごろ運転再開の見込みですが、その他については見通しは立っていません。なお、先ほど運転を見合わせておりました JR 武蔵野線は運転を再開しています。また停電も発生しています。東京電力パワーグリッドによりますと、東京都で西東京市のおよそ2160軒、東村山市のおよそ1340軒をはじめ、立川市、小平市、国分寺市を含む合わせておよそ3710軒が停電しています。また埼玉県は朝霞市、和光市、越生町、さいたま市の見沼区、志木市、新座市の合わせておよそ3970軒が停電しています。東京電力で状況の確認を進めています。東京都と埼玉県には竜巻注意情報も出されておりますので、お住まいの方はどうぞご注意ください。以上、電車と停電に関する情報をまとめてお伝えしました。畑中さん、ありがとうございました。竜
竜巻とかですか。やっぱりちょっとね天気相当荒れてるみたい。風が割と強かったですね。ね、はい、うん、そういうのもあるんじゃないの、こうベトベトになっちゃったのも、なんかこう天候がシャンプーが破けたのっていうか、ダンボールが関係ありそうですね。関係ないだろう。そういえば。でもさ、そのなんか割れ物とかで、割れちゃって瓶がとかじゃないもんね。うん、そのないです、あの何？詰め替えパックみたいな。詰め替えのパックが横になってて、だからその、わかんないです。投げられたのか、その衝撃で割れたのか分かんないですけど、なかなかでも破けないもんね、あれもね。初めて見ました。だから、ね、その宅配ボックスに入ってたん で、うん、で部屋まで持ってくのになんかすごいいい匂いすると思って、うん、ウキウキしてたんですけど、うん、そしたらなんかよく見たらもう段ボールビチャビチャで出てんじゃんって、えっつって、ほんと他にもちょっと布巾とか、うん、その食器系のものも一緒に入ってたんで、うん、あらららららら、もうベトベトでした。でも袋に入ってたからあんま映らなかったですけど、ちょっと嫌でしたね。嫌だね、はあ、そうなんか随分前にさ、うん、あったじゃん、そんな固く肺のあの、はい、動画で撮られててすっげえ投げてたやつ。ああ、ありましたね。あれ何年前だね、あれね。ネタにしたもん。何年前だあれも。5年ぐらい前かな。コロナ前か。だから結構だから、まあ荷物めちゃくちゃ多いじゃないですか。めちゃくちゃ多いから、ね、なんかもう腹立ってね、叩きつけちゃったんだよね、うん、そう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 、ああいうことはもうない、あれはダメだよね。昔そのそういうた、深夜のバイトね、はい、俺もやってた時あったんだけど、はい、やっぱりものすごい量をさばかなきゃいけないから、うんうん、ね、結構もう大変ですよ、絶対あんまり投げないようにしてくださいって言うんだけど、うん、もうこうって結構投げる勢いで、うん、ボン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  やった時あったのよ。それでへったくさなやつが思いっきり投げた荒巻鮭がボーンって出てきたことあったから。荒巻鮭か冷凍の冷凍の、あの光景忘れられないもん。結構長細い発泡スチロール投げた荒巻鮭がボーンって出てきたことあったから。鮭尖ってますよね。さすがに。尖ってるから。これ濃く投げすぎじゃん。それ何下手だからな。下手だから。下手から出てくる。そいつが荒すぎたんだよ。下手だと出てくる荒巻鮭だろうと思って。いや本当に、いやまあ確かにね、いや、まあ、そういう荷物はでもめっちゃ多いじゃないですか。そうだね、大変だ、めちゃめちゃ多いからね、大変だろうし、配達の途中で破けたとも分かんないしね、それもないとも分かんないよね。染み方が、うん、その宅配ボックスから出した時は、うん、手にベタってなってなかったから、ということはだからその、うんうん、どのタイミングかって言ったらどのタイミングなのか分かんない、ね、分かんないですけど ね、 ね、いやでも大変だと思うんですけどね、暑さとかな、なんかね、かな、暑かったですもん ね、 ね、うん、もうみんな疲れてんだね、ほんと疲れてますよ。俺も今日さ、うん、見た目ちょっとなんか変な違和感の分かります、全然、あ、じゃあよかった。何、今日、はい、眉毛がねすごい白髪がいっぱい、はい、わーって入ってくるの最近、だからもうちょっとすごい剃ろうと思って、はい、眉毛カッターみたいのを買ったのね、うん、でちょっと床屋さん行くまでまだ時間があるから、うん、それでこうやってちょっとずつちょっと押して横に反らしたらもう切れますみたいなのがあったから、この前やった時はそれできたのね、で今日も朝やろうと思ってギッと押したら半分反れちゃってます、うん、半分眉毛なくなっちゃったのこっち右、いや今これ眉毛ないの半分で描いてる、左の方が薄いです、ね、描いてるこっち、うん、こっち薄いのは左の方が薄い、本当だ、描いたからかなこれ、あ右を描いたから、うん、分かんないか、朝やったんですかそれ、うん、自分も朝眉毛やってちょっとここやりすぎちゃった、本当だ、はい、やりすぎちゃった、そんな偶然ある本当に今日、同じ日に眉毛整えて眉毛失敗、同じ日にそんなある、いや今日という日はねえ、なんかそのお日柄とかない今日はね、眉毛皆さん大丈夫ですか、ね、大丈夫ですか、大丈夫ですか今日眉毛皆さん右眉毛、うん、自分は右ですね、そんなあるあるないです、鼻は左ですか、右、あ右だ、同じ同じ、あ一緒だ、右です、うん、こっちです、うんうん、なっちゃんはだいぶアウトの方でしょ、アウトの、なっちゃんはだいぶやっちゃってるね、それね、やっちゃいました、もう外の方がね、あこれはもともと半分ないんですよ自分は、あただこの内側のやつがちょっと抜きすぎちゃったっていう、内側をやっちゃったんだ、はい、カットしながら抜いたりとかして、あの長さを整えてたら、うん、ちょっと薄くなっちゃったんです、ここ、あそうなんだ、はい、やってるね、やってるやってるね、やってるね、揃って今見たけどさ、うん、はい、なっちゃんの眉毛ってそんな眉毛だったんだ ね、 ね、え
なんか、そう、じゃ平安時代みたいな。短いなと思ったんだけど、それはもともとなんだ。え、何年一緒にやってるんですか。ちゃんと見てくださいよ、自分のこと。え、本当に。え、なんで。いや、いつもその、髪、かわいい髪パッチン、いや、髪パッチンじゃなくて、眉毛の長さぐらい。こんな、こんな長い期間一緒にやってて、なんで、びっくりしてるんですか。それ、元々それ。いや、ずーっとですよ、もうだから。中学の頃から。中学から、はい。ただ、そのメイクすると書きますよ、前髪。うん。けど、ここ書いてないんで、ラジオの時は。書いてないから。はい。で、ずっとやってます。マジで太ってるし、ずっと眉毛もこうです。いや、太ってる字はいらないだろ。太ってるはだって認識してるでしょ、だって。それと同じぐらい眉毛も認識してほしいと。だからみんな、そんなに見てないんだろうね。うん、眉毛を。ネズッチの毛根が多いのもみんな毎回気づかない。毛根が多いわけじゃない。あ、毛量が多い。毛量ですよね。みんな気づいてないじゃん。毛が太いってだけで。毛根が多いわけじゃない。毛根の数はなんとなく一緒なんじゃないですか。もう言い過ぎてわけわかんない。いや、ネズッチの毛をいじる。村上も眉毛全部なくなってなきゃいいけどな。いや、怖っ。本当にな。怖いなぁ、はい。本当にダメよ、それ。それではそろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! ましてこんにちは、ナイツの土屋信之です。花屋信之です。水曜パートナーのメープル彫刻家安藤夏です。ナイツラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、今週のラジオショー、プロ野球大好きウィークをお送りしております。今日は1時台に元早稲田大学野球部の村上、元気そうでよかったが野球の素晴らしさを広めるためにやってきます。急遽です。1時台に、ね、ゲスト村上、元気そうでよかった。そして2時台のゲストは元千葉ロッテマリーンズの里崎智也さんが登場。そんな中、今日のメールテーマを発表します。テーマはこちら、私のオールスター。はい、昨日京都プロ野球オールスターゲームが開催中ということで、このテーマ、普段これをやるときはこれとこれが欠かせないとか、これのメンバーを決めるならこれを選ぶなどのこだわりがあると思います。オールスターね、いろんなテーマでの最高布陣を考えて送ってます。はい、そうですね。例えばですね、スマホでよく使うアプリのオールスターは、ネットフリックス、ペイペイ、電車の乗り換え案内、文字が増えていく壁を右か左か選んで兵士を、数字が増えていく壁を右か左か選んで兵士を増やしていく広告によく出てくるアプリ。 あれ面白そうですよね。あれ面白そう。面白そうですよね。まだやってないけど面白そう。やってみたいなと思うんですけど、あ、なんでそっち選ぶのっていつも思う。そうそう、いや絶対そこをずっと打ってた方が増えてたし、わざとそういうのしてんのね、あれね。めっちゃ見るな、広告あれ。はい、あとちなみに私が地下芸人のオールスターを自由に選ぶなら、鈴木ジェロニモ、さん、鈴木ジェロニモ、はい、ピン芸人さんですね。じゃあ虹の黄昏、で雪男、うわー、すごい、英鉄さんですかね。英鉄入ってくる、そこに。なかなか、もうそうですね、英鉄もだいぶ地下になったな。いや、だいぶですかね。そうですかね。いや、すごいです、ちゃんともう発信してますから、 X とかでね、そう、最近の地下ライブはどうってちゃんと言ってくれてますから。あ、そうか。はい、そういうのをちゃんと声に出していくっていうのが大事ですからね。地下にどっぷりというね、ザ、オールスター。そうだね、面白いですけど。そうか、ゲストへの質問メールや番組を聞いての感想などお待ちしています。宛先なっちゃんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com、 rs@1242.com、 rs はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で、X はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。メールには住所、氏名、電話番号をお忘れなく。それではナイツラジオショー、この後3時30分まで生放送です。ナイツ The Radio Show。
日本放送ラジオリビングなら超お買い得、日立最新型エアコン白くまくん、ラジオリビングだけの特典も盛りだくさん。6畳用は標準工事費税込み6万9800円から。お申し込みお届け返品については0120-1242-86 まで。先輩、一人じゃないんですから、全部抱え込まないで俺のことをもっと頼ってくださいよ。ありがとう。じゃあこれなんだけど。ごめんなさい、今日は用事あるんで帰ります。明日は絶対やりますんで。できることから支え合おう、創価学会。優れた滋養強壮効果があるエゾウコギ、体内のエネルギー作りを助けるオキソアミジン、疲れた体にダブル生薬が効く。ネバーギブアップ。キューピーコアアルファドリンク、指定医薬部外品です。カメラを高く売るならカメラの北村、出張買取のお電話は0120-157-999。この157999に何とか語呂がつけられないか考えてみました。イゴナクッククー、イゴナクッククー、出張買取はカメラの北村。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの丹羽さん、お願いします。はい、高速道路は関越道の上りが新座料金所に大型トラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。県央道の久喜白岡ジャンクション方面への外回りは県央鶴ヶ島インター付近で事故のため13キロ、影響で内回りは10キロ渋滞しています。さらに内回りは神奈川県の白山トンネルで木が倒れた影響で16キロ渋滞しています。中央道の下りは三鷹料金所の先でトレーラーなど車4台の事故のため首都高速道路4号線の永福まで7キロ半の渋滞です。首都高速道路は三郷線の上りが加平を先頭に常磐道へ伸びて11キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの丹羽でした。丹羽さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方へ最大1300万円の給付金、もう受け取りましたか？1975年から2004年の間に建設現場で働いた方、出入りした方、運搬した方は給付の可能性があります。対象は大工だけでなく内装、電気工、吹き付け工、左官、配管工、解体工、現場監督などいろいろ。遺族の方も給付の対象です。大体の職歴と病状が分かればいくらもらえるのか無料で確認できます。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。ズー、山鉾巡行。山鉾巡行。さあ、山と鉾の違いはご存知ですか？辛坊治郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。鉾と盾の鉾ですね、はい、槍みたいなものがついてるわけですよ、あれが鉾ですね、はい、じゃあ山って何かっていうと動く小さな山なんです。マウンテンですか？おいえ。ナイツ The Radio Show。ナイツザラジオショー、今週はプロ野球大好きウィークということで、はい、なっちゃんを含め野球をあまり知らないという方も多いと思います、うん、そういうことで今日は臨時コーチとして普段野球の素晴らしさを広める活動されているこの方に来ていただきました。はい、マセキ芸能社の芸歴者年目村上元気そうでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、それではお願いします。いやいやいや、早い早い早い、しんど、回してくれよ、掘ってくれよ、まだ芸歴者年目なんですよ。野球とは、はい、野球とはじゃ、はいじゃないです。松尾芭蕉、俺最後の、松尾芭蕉です。野球とは松尾芭蕉、野球を作った、あれ、違う、松尾芭蕉、野球を作った人、あれ、野球っていう言葉を、あ、松岡式、ごめんなさい、松尾芭蕉じゃない、ごめんなさい、松岡式、ブレた、ごめんなさい、松岡式、松岡式、松岡式、松岡、松尾芭蕉、野球ですよ、野球っていう言葉を作ったのが松岡式。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、村上元気そうという方と申します。すいません、よろしくお願いいたします。気を取り直したな。気を取り直したな今。ごめんなさい、松尾芭蕉じゃなくて、ごめんなさい。やっぱり里崎さんとかさ、やっぱ実績のあるプロ野球選手とかが言うのはわかるじゃないですか。そうですよね。野球やってたよね。そうですね、大学3年終わりまでやってました。
やってましたよね。やってました。はい、一軍だったんですか。三軍のクローザーです。三軍のクローザー。三軍のクローザーです。はい、本当に？本当、マジで三軍のクローザーです。投げてたことあるの？試合。神宮で2、3回投げました。新人戦で。どっち？2、3回。どっち？2回か3回。2回か3回。多分2回です。どっちでもいいだろ。どっちでもいい。何？考えてる。覚えてる。思い出作りだろ。思い出作りですよ。防御率は。思い出作り。防御率マジ 9点台とかした。確かやっぱそんな。じゃあもう打たれたイメージなんだ。打たれました。立教大学に。ああ、相手が。すっげえ打たれました。誰がいたの？立教大学に。今プロで活躍してる人がいた。立教はいなかったっすね。こっちに明治とかですと、うん、その時のスーパースターが、今広島の森下。ああ、ピッチャー。選手とか。うん、あと、それこそ、慶応で言ったら、柳町選手とか、今、ソフトバンク。ソフトバンクにいる。うん、で、まあ、もちろん、うちの早川だったり、今、大竹さん、大島さんっていう、結構、名だたるメンバーでしたね。いたの？いました。なっちゃんがね、やっぱ全然野球わかんないんだよ。クローザーって何？うん。そういうの教えないといけないよ。あ、なるほど。多分、視聴者の人もいるから、そう。もう、一から。どう締める人みたいな。いや、あ、でも、意味合いとしては合ってますね。だから、なっちゃんがわかるもので例えた方がいいよね。料理とか。そういう普通クローザー、え、クローザー料理でクローザーですか、うんうん、だからなんていうんですか、杏仁豆腐とかそのデザート、デザート締めのね、例えば中華とかで、うん、あのごま団子とかフレンチだったら、フレンチとかだったら、うん、フィナンシェ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 とか、フィナンシェ、フィナンシェとかですよね。フィナンシェとか、フィナンシェって何か知ってる？フィナンシェわかりました。和菓子、洋菓子、和菓子、洋菓子みたいな。わざわざフィナンシェつって和菓子。スケット外国人ね。スケット外国人。洋菓子だから。確かにそうですね。スケット外国人、確かに。フィナンシェってクローザーね。フィナンシェってそうですね。フィナンシェ、そういうことなんだ。チームフレンチは、チームフレンチ、フレンチは先発誰？チームフレンチ。先発が、だからしっかりした人だから、フレンチだったら、オムレツ？ああ、いいね。オムレツとかですね、うん。オムレツ、オムレツ。オムレツが、うん、まあ大体6回、7回とか、まで投げる人。オムレツが、はい、オムレツが。投げる、はい。何を、卵白わかんないって。投げないです。わけわかんない。なんで野球で今ごっちゃになってるんですよね。そうそう、ボール投げる。そうそう。単に出てちゃう。普通に説明していいもん。も料理出てくる順番になっちゃうとわけわかんない。そう、わけない。単純に、だから、うん、どっからわかんないですか、人数とかもわかんないですかね。11人あ、違う。え、違う。そんなにわかんない。違う、9人だわ。そうです、9人。サッカーとごっちゃになっちゃった。そうです、9人で。9人で。で、あと何人ですか、バッターとピッチャーはわかりますかね。わかる。ホームランとかわかります。わかる。で、ポジションとかはわかります。ファースト。おー。セカンド、サード。おー。内野手、外野手。クローザーがどこかわかる。クローザー。クローザー。クローザーって何？どこ？場所？うん。そうですね、ピッチャーにも役割があって、うん、あ、ピッチャーなんだ、まあ、これほとんど、まあ、プロの世界だけなんですけれども、うん、まあ、例えば先発、まあ、1人のピッチャーが9回まで投げるってプロの世界ではなかなか難しいことなんです、うん、なのでその間で、まあ、例えば先発ピッチャー7回までじゃ頑張りました、うん、でもうちょっとそろそろ点取られそうだなってなったら、まあ、中継ぎっていう、うん、まあ、いわゆるセットアッパーって言われる、まあ、大体7回8回1回だけ投げる人、うんうん、疲れちゃったら？疲れちゃった。そうですね。そうです。で、7、8って投げたら、うん、最後、クローザーっていうのは、9回、最後を締める人。っていう意味で、まあ、クローザーっていう。めっちゃ大事じゃん。そう、めっちゃ大事だよ。大事。だピッチャーの中にもポジションがこう、あるんですよ、ね。ってことね。めっちゃ大事じゃん。出てくる。めちゃくちゃ大事なんですよ。で、そのクローザーがやっぱ、非常にかっこいいというか。うん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 。そう、やってたんだもんね。すごい。ーーえ、決め球があったの？何か。いや、まっすぐだけですね。まっすぐだけだったの？僕もまっすぐ。球速かった。まっすぐと気持ちだけで言ってました。本当に。本当だから、もう頭。140キロぐらい出したの？本当、マックス142とかでした。おー。それ相当速いじゃん。でも大学でも今もう、150当たり前です。もう大学ですよ。そうなのか。大学でも？もう、今、何？こう、投稿立て？投稿立てね。うんうん。ピッチャーがやっぱ今すごくて、うん、だからバッターがなかなか打つのが難しいっていうくらい、もうピッチャー量産で。ああ、そうなんだ。大学もそんな感じだった。まあメジャーリーグはやっぱりね、日本人の投手が成功してる例が多いから。そうですね。そうやって何、どうなる人多いよね。どうして投稿立てになっちゃったの、うん、今そのプロ野球もさ、防御率みんないいけど、打率は全然みたいな。ね。だからバッターのデータが、
っぱもうアナリストっていう、うん、ベースボールアナリストっていうのがやっぱ役職として、なんかソフトバンクとかでもうなんか 6,7 人いるんですよね、プロで雇ってる人が、そのデータを調べる人が、そうだ、こことここが苦手だよみたいな、このバッターは、でこのバッターとこのピッチャー相性がいいみたいなのがもうあるので、バッターはなかなか難しいですよね。この前そのそれまさになんで打率が悪いのかっていうのを見てたんだけど、結局昔は完投が当たり前だったのね、で6回7回ぐらいからバテてくるから、うん、そこで必ず2安打ぐらい稼げたんだと、だけど今はもう6回で変えられちゃって、また150キロのピッチャーが急に来たから、 それはもう打率どんどん打てなくなるだろうっていう風に言ってた。そうですよ。そんなんでもさ、結構もう何年も前からあったじゃん。何年も前、だから何年も前から3割バッターってもうだいぶ減ってる。そうです。今年だけじゃない、ね、この10年ぐらいで3割打ってるのだいたいリーグに2人とか3人しかいなくなっちゃってる。今年はでも特にあれだよね、結構やばいし、ね、ピッチャーばっかりで、特に先発ピッチャーが ね、だから6回7回ぐらいから、ね、逆にピッチャーをデータでこう分析して、あ、それももちろんあるしていくわ、もうあるわけでしょ、あるですね、でもなかなか難しい、難しい、本当に、結果から見てもその印象がありますよね。いや、いいね。いいね。もう、ちゃんと解説者っぽい。いけるね。いけますか、で、この、野球を、素晴らしさを広める活動をされてるっていうのは。してないんですよ。え？ほんと、僕、SNS もやってないんで。普段、なんか、学校回ってるとか、なんか、ボランティア。講演会とかされてるんですか？一切です。なんなら、見に行く側です。落合さん、落合博満さんの講演会。落合さんの講演会行ったの？講演会とか、あと森さんと。森重和さん。毎年やってるんですよ。でっかい講演会で。俺、あれすっごい興味あるんだけど。あれ高いんですよ。そんなこと言うのやめろ。日本放送でやってんだから。マジごめんなさい。これはごめんあのメンバーだとマジごめんなさい。安いよ。ごめんなさい。マジごめんなさい。今の。それの素晴らしさをここで言うのストライクゾーンが高いってことでしょ？そういうの教えてほしいです。高いんだよ。その、本当に、本当、口からブレしか出ないんですよ、最近。もうこういうの分かんないですよ。口からブレしか。そう、この間も、和田アキ子さんのディナーショーが、なんかめっちゃ高くて、3万、4万とか、高いみたいなのを先輩のラジオとかで言っちゃって、で、その後に先輩、の人に、いや結構あれ失礼だぞみたいな、そういうのやっぱ反応がやっぱ鈍いんです、まだその感受性がないというか。なんで和田アッコさんのディナーショー関係ないじゃん今。いや今関係ないですけど、なんかそういう、やっぱそういうところも教えてほしいです、その皆さんにはちょっと話さんと。それはだってお前からしたら高いかもしれないけど、いや本当そうなんですよ、ね、そこが本当に。そうだよね。気をつけます。本当に。そこが。どのぐらいだったら安いの？和田彦さんの。いや、だから。村上だったら、どのぐらいだったらいける？1万5000っすね。やっぱり。4万は。お前、そこはだから1000円とか言わないと。ごめんなさい。失礼だ。いや、ごめんなさい、ごめんなさい。1万5000円とか。僕1万5000円だったらいけるんで、僕が。ごめんなさい、ごめんなさい。好きなんでしょ？いや、違う、もちろん、もちろん。和田彦さんが好きだから。和田彦さん好きだから。ディナーショーを調べたんでしょ？そう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 。そう、まず言わないと。ラーメン今、一杯1100円ぐらいですよね。どう？いやだから高いですよ。高いよね。いや高いです。だから僕が小学生の頃とか、やっぱ1000円以内で絶対食べたんですよ。7、800円とかで。7、800円ぐらいだったらいいよね。そうです。だから今、ツナマヨとかも、160円、150円とかするんですよ。おにぎりの話。あ、おにぎりです。あの、コンビニで売ってる。あれ150円出しますツナマヨで。僕の時代110円とかあったんですよ。あの、落合さんの講演会おいくらでしたっけ日本のね。あの、調べてみて。結構高かった、確か。ごめんなさい、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 ごめんなさい。高かったっすよ。だってゲストだって小笠原道夫さん。そう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 。来るんだよ。聞きたいでしょ？聞きたいです。で、僕なんか本とかも読んでるんですよ。落合さんのね。そのこと、この間、あの、嫌われた監督ってご存知ですかね。読んだよ。と読みました。もうあれ大好きで、僕。ああいうのまた行きたいなと思って。立浪さんを知って。いや、そうです、すごいしごいたね。そうです、そうです。あの、森野さんとの関係性とか。あのコンバートの利用とか井端荒木のそんだけじゃすごい人の講演会だから、やっぱいくら出しても行きたいよね。いや本当はそうなんですよ。でも売れてない。6600円だったよ。あ、6600円ですか。うん。あ、いやでもた、いやごめんなさい、ごめんなさい、いやいや、ちょっとそのいくらだったら落合さん3回落合さんでしょ。だっていやいや3回取ってんの。生で話聞ける。どちらかというとこれに関しては落合さんに問題があるというか僕に問題があります。僕の懐事情、そこですね。そこは絶対そこですね。やっぱ三冠を三冠取られて、やっぱ実績とかもそういうの込み込みで、やっぱ話も聞きたいですし、こういう若くてお金がない野球少年とかみんな聞かせたいわけでしょ。そのためにお前がここで言うこと大事だから、いくらだに変えてほしいのよ。5000円ですね。なんでちょっと、そこ1000円とか言えんちょっと頑張れるんだよ。なんで5000円なんだ。6600円。やっぱ、端数がやっぱプライドが見えるというか。5000円ですよ。端数がプライド見えません？
多数ってプライド、なんか7000人だったら7000人してほしいというか、その。何のプライドなの？やっぱ背番号6番だったからとかじゃないの？あ、6000のオペレーション。そういうことなんですかね。わかんないけど。粋な方ですね。え、落合さんだって現役時代見てないでしょ？もうだからギリギリ多分引退、僕が幼稚園の時多分引退、代打であの、最後ファーストゴロで引退みたいな。確か、うん、幼稚園それがそうでしょ、最後日本ハムファイターズ、そうですそうですそうです、そうだから代打で始まった人生代打で終わりたいみたいなので、確かファーストゴロで終わったみたいな印象がありますね、僕なんかすっごい。じゃあ野球を実際始めたきっかけになった選手っていうのは誰なの、プロ野球選手なの？僕だと斉藤由貴さんのあの夏の甲子園ですね。あ、だから西だから僕だからちょうどその時僕早稲田、小学校から早稲田なんですけど、うんうん、僕は小学校2年生の子、斉藤由貴がちょうど高校3年生であの優勝した時めちゃくちゃ若い。ハンカチ王子が小学2年の時だ、僕は小学校2年生ですね。その時何王子って言われたの？俺ですか、うん、俺は普通に王子なんて呼ばれないですよ、うん、なんだこれは。いや、俺は普通ですよ。俺は小学、俺何ですか今の。原さんらしくないですよ、今。いや今、え、何、そんなのもう、だって、そんなのもう、関根さんとかめちゃくちゃ古いよ、そんなの。いや、ごめんなさい、ごめんなさい。これは俺が。その時何をしたんだろうとか、めちゃくちゃ古いよ。その時でも、原さんらしかったし。でもそれこそ、ごめんなさい、俺らしいの。その原さんらしかったんですけど。さんまさんとかめちゃくちゃ古いよ、いや、ごめんなさい、ごめんなさい。でもその時はちょうど、小学校1、2年で野球とラグビーやってたんですよ。うん。で、ラグビーは。二刀流だったの？そうです。で、ラグビーは、あの、清宮とやってたんですよ。だからラグビーを清宮ってお父さんがラグビーのね、そうです、うん、であの息子は、うん、あの今日本ハイドさんに清宮もラグビーやってたんですよ、最初ラグビーやってたんですよ、そうです、あいつが多分幼稚園の頃、あいつとか言ってるけど、ごめんなさい、知り合いなの、年下1個下です、あ1個下、あじゃあ清宮が、あ村上さんみたいになんの、いや、なんですよ、そんな感じじゃないですよ、1個下です、先輩でしょ、先輩ですけど、いや、あんなないですよ、あでもあの清宮も小学校からですよ、早稲田で、小、中、一緒でね。で、こう。で、まあ、プロ入ったんで。で、村上も、だお父さんは、ね、有名な人なの？いや、違いますよ。18点ですよ、親父。ごめんなさい。これやめましょう。これごめんなさい。日本放送らしくない。ごめんなさい。日本放送らしくない。これまたおいおいね、別のラジオ。日本放送らしくない話。ごめんなさい。それは俺が悪かった。ごめんなさい。また別のラジオで、これ話します。別のラジオ。親父以外の話。深夜の方がいい。深夜の方がいい。ごめんなさい。申し訳ない。それで、じゃあ、小学校の時に、そうです。斉藤由貴のハンカチ王子が優勝したわけですよね。そうです。駒大苫小牧と。そうです。あの伝説の試合。そうです。2006年かな。6年です。その時に、もう文化祭の数が、ゆーちゃんフィーバーで、総日がもう2万人とか、何万人って来場しちゃって。なるほど。すごかったでしょ。それでラグビーから野球に変えたので、そうです。え？一緒にやってたんだ。一緒にやってたんですけど、もう俺野球一本で行こう。野球一本で行こうと。野球一本にしたのが。そこで決めたんです。ああ、なるほど。でもその後にさ、あの、また、あるじゃん。あの、ラグビーブームも来るじゃん。五郎丸。五郎丸。まあ、そうですね。その時にまたラグビー、ちょっと揺らいだでしょ。ラグビーも捨てがたいな、みたいな。僕は多分中学3年の頃とかだったんです、確か。五郎丸フィーバーは確か。いや、もう全然野球でしたね。やっぱり。やっぱ野球。いや、それなんでかって言ったら、僕はあの、ちょうど僕は2010年。あの頃、僕は小6の時って、ちょうどあの、セ・リーグが三つどもえだった。中日、阪神、巨人。それこそ落合監督の。そっか。で、岡田監督、原監督かな。あの三つどもえの時も大好きで。あの時は一番プロ野球ちゃんと見てたんですよ。日本ハムが強くてね、パリーグ。そう、日本ハムが。で、もう本当にプロ野球選手をヒーローだと思ってた。その、ま、今はね、その、やっぱ汚い感情とか、週刊文春とかも、やっぱ見るようになっちゃって、なんか素直に応援できない自分もいたんで、その、これ分かりますかね、週刊文春見るようになって、この感覚、純粋さがなくなったの。分かってほしかった。もう見てる。ごめんなさい。いや、多分さ、ごめんなさい。週刊誌とかさ。ごめんなさい。ごめんなさい。マジごめんなさい。表現にした方がいい。本当にごめんなさい。この、本当にすいません。週刊誌。雑誌ですよね。雑誌をね。いわゆる、こう、スキャンダル。スキャンダル雑誌。で、やっぱ、見ちゃうじゃないですか、携帯とか。それで、ちょっと素直に応援できなくなっちゃって、自分。それで揺らいじゃう時点で本当のファンではないんですよ。そこも俯瞰で見れてるんですよ。まあ、大人になったってことだよな。そうなんですよ。で、あと、まあ、プラス、ちょっとデータ先行型野球が、ちょっとまだ僕は受け入れられてないところもあるんですよ。それは何？正直。そういう関係ないんだ、データはと。いや、だから、イチローさんが、やっぱこう、
言ってったんですよ、引退会見の時に、うん、やっぱちょっと頭を、うん、データ専攻でやっぱトレーニングブームっていうのもあって、うん、頭をあんまり使わない野球になってしまったみたいな、うんうん、なるほど、やっぱ科学を利用しちゃって、うん、っていうのでなんかちょっと僕も素直にそこはちょっとこっかって見入る感じではなくなっちゃった。自分で考えた方がいいってこと？それでデータに頼らないで自分で考えた方がいいってこと？いやもうちょっと気持ち見せてほしいですね。やっぱあの金本が怪我しながら、うん、やっぱあの片手でライト前ヒット打った、ね、あれに僕は感動したんですよ、ね。そっかそっか。ああいうのに。そういうのも今ないと。そうですね、あのダブル大会。今ちょっと野球あんまり見てないってこと、はいはい、いや、あの、本当だからパリーグ TV とは YouTube の。うん、うん。あの、たまにあの、だから、あれですね、報道ステーションのスポーツコーナーとか。斉藤由貴さん出てんじゃん、今。そう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 、そう、そう、そう、出てますし、あとサンジャポの朝の。あの上原さん、僕上原さん好きで、ワイドショーのスポーツコーナーのまとめは見てるって、ね、まとめは見てるって感じですけど、あのサンジャポ、あサンデー、だいぶ普通の人だよそれとかは、ね、ライブがない人が結構あれ見て、結構、あそうなんだ、高校野球とか見てないんだ、ね、うん、高校や甲子園とか、今、当日残ってるよ、知ってます、知ってます、うん、あのこの昨日でしたね、超高校、とんでもない14対13みたいなラウンド戦ですよね、うん、だから高校生もね、うん。うん、だ今の高校生今激励しに行ったら喜びは、うん、村上元気そうでよかった先輩、いやそういやそう、いや僕もいや売れてないんで素直に応援できないんですよ。売れてるじゃん、いやそう関係ないじゃん、なんの変な気を、え売れてるじゃん、売れてないですよ、は何これ気バカにしてんのか、なんだ今のバカにしてんのか、売れてないバカにしてんのか、はいはいじゃないよ、はなんだはいだよ、高校バカにしてんのか、はいはい、なんだはいって変な人力抜いて、なんで芸人になった、はい、なんで芸人になったのかまではまた来週の話、そんな、いやいやねえよ、もうチャンスないでしょもう。なんで俺今日ゲストで呼ばれてるんですか、なんで拍手してんだ裏の方たちが、裏の方たち拍手して笑ってるんですよ、あれ何なんですか、裏の方たちがバカにしてんのかって聞いたもんだよ、バカにしてんのか、はいだからあれ長あれ押してほしかった、あれ押してほしかった、あれ押してほしかった、もう一回食うじゃないんですよ、バカにしてんのか、ちゃんとあるんですよ、ちゃんとあるんですよ、あるんですよ、星をあげるが、ナスあるんですよ、ナスあるんですよ、じゃないですか、ナスあるんですよ、じゃないですか、あるんですよ、あるんですよ、村上元気そうでよかった、はい、なんかお知らせありますか、お知らせはないよ、ない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 、でも今日あのオールスターがね、うん、また2試合目あります言われなくても言えるわ、ごめんなさいごめんなさい、だから今日は先発しますか、いやだから、ヤクルトの吉村選手と、うん、有原選手は早稲田大学の先輩なんですよ、あ、うん、そっか、あ、そうなんだ、結構いろいろ有原さんにね、うん、お会いしたことはないんですけど、うん、大学時代から清宮迷うんだよ、いや、はい、お時間でございます、はい、村上さんでよかったですか、ありがとうございました、ありがとうございました、中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか、なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です、現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています、まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください、周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。天然植物活力液 HB101。 野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。 HB101 は0120-86-1261 フローラまで。植物元気 HB101。 司法書士法人中央事務所から現金が返金されるかもしれないお知らせです。自分には関係ないと思わず1分ほどお時間をください。あなたの財布のクレジットカードから現金が返金される可能性があります。というのもキャッシングの利用時に知らないうちに利息を多く払いすぎていて、それが現金として戻ってくるという話なんです。しかし勘違いから多くの方々が未だに手続きをしていません。最近では自分の過払い金が時効で消滅したと勘違いしている方が多いんです。過払い金は10年の時効で消滅するのですが、借りた日から10年だと勘違いしている方が多く、正しくは返し終えた日から10年なんです。しかも実は
時効でも過払い金の返金に応じるカード会社が何社かあるんです。中央事務所では時効を迎えた100件以上の過払い金を取り戻してきました。時効で諦めていた方でも諦めずに再度中央事務所で過払い金の確認をしてください。あなたが受け取りの対象なのか無料でご確認できます。お電話は 0120-10-10-10-10-10、 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いても、ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、日本放送です。続いてアミドのサイエンスがお送りする。うんうん、別れて対戦してもらいたいですね。あ、なるほど、あ面白そう、はい、うん、ぜひ花さんも出てくださいね。あ、僕は医療のものの方です。医療出てないでしょ。医療じゃなくて刑事の方。医療の方出てないでしょ。土屋さんもね、うん、一緒に、一緒にね、はい、はい、刑事ものでヤホー検索でいいんですか。オールスターに入ります。ヤホー検索入ります、入って、はい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ来た、すごい花粉だ。部屋の中に入るか、入るか、見事にキャッチ。さすがナノキャッチフィルターです。網戸に貼るだけ花粉をキャッチ。 3S のナノキャッチフィルターは花粉を 96.8% ブロック。お求めは網戸マン .net で。時刻は1時53分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク畑中さん、お願いします。はい、お伝えします。先ほどもお伝えしましたが、首都圏は大気の状態が不安定で、ところによって荒れた天気となっています。現在、埼玉県の南部、茨城県南部に竜巻注意情報が出されています。これらの地域では竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子にご注意ください。電車のダイヤも乱れています。 JR 川越線が倒木の影響で川越駅と駒川駅の間で運転を見合わせています。その他、東武越後瀬線が倒木の影響、 JR 八高線も倒木の影響で運転を見合わせています。鉄道各社によりますと、 JR 八高線は午後2時ごろ運転再開の見通しですが、その他については見通しは立っていません。なお、運転を見合わせておりました西武秩父線と日暮里・舎人ライナーは運転を再開しました。
また東北、上越、北陸の各新幹線も死傷物、強風で何かが運行を妨げたとみられます。この死傷物の影響で一時運転を見合わせましたが、現在は再開しています。停電も発生しています。東京電力パワーグリッドによりますと、東京都で西東京市のおよそ2160軒、東村山市のおよそ1530軒をはじめ、足立区、国分寺市、小平市、立川市、東大和市、日野市を含む合わせておよそ8440軒が停電しています。また埼玉県は埼玉市の見沼区、朝霞市、越生町、志木市、新座市の合わせておよそ2060軒が停電しています。東京電力で状況の確認を進めています。変わりまして、今日午前、千葉県の房総半島の南海上で東海汽船のジェット船から舵が効かなくなったと通報がありました。第三管区海上保安本部によりますと、船は自力走行できず漂流しているということで、巡視船が救助に向かっています。乗客116人と乗員5人に怪我の情報はないということです。船は東京都の竹芝桟橋から伊豆諸島の式根島に向かっていました。アメリカ大統領選挙の世論調査で、民主党のハリス副大統領の全米での支持率は 44% で、共和党のトランプ前大統領を2ポイントリードしたとロイター通信が23日報じました。この調査はバイデン大統領撤退後に行われたもので、ロイター通信は選挙は全米での支持率ではなく激戦州での勝敗に左右されるとした上で、バイデン氏撤退とハリス氏の出馬が理にかなった判断だったことが明確になったと指摘しています。なお2ポイントの差は誤差の範囲内としています。この時間のニュースは以上です。畑中さん、ありがとうございました。グリーンボーイズライブツアー2024ザ・キューブ、どこかに広がる大きな声が。グリーンボーイズとして初となる全国ツアー公演、チケット好評販売中。お問い合わせは日本放送イベントホームページまで。さっき本人が言ってないテーマ、はい、あの、うん、トークになりました、ね。あ、はいはい、パチョレックさんからメール来たんですけど、具志堅用高さんのチョッチュネですね。具志堅さんの口癖みたいに思われてますが、片岡鶴太郎さんが生み出した言葉で、でも今具志堅さんといえばチョッチュネなんですから不思議です、はい、本人は言ってない、言ってないんだね。まあそうだね、うん、モノマネの人ってそうだ ね、 そういうのあるね。チョッチュネってだってどこで言うんだろうって思ったもんね、ちょっとね。ちょっとそうだよね、うん、それを生み出した鶴太郎さんすごいね、うん、すごいね、うん、ちょっちょねって聞こえたんですかね、なんかで、ね、特徴を捉えるときに、ちょっとねみたいな、ちょっとそうだよね、それがすごいよね。すごいですよ、そのイメージですよね。うん、真似の人、もう忘れちゃうもんね、それはね、なんか誰が生み出したかっていうね、一人歩きすると。そうですね、自分の口癖とかがね、ひょっとしたらあるかもしれないけど、うん、そういうの見抜く人がいればね。土屋さんの口癖って何ですかね。ないでしょ。はい、いや、ヤフーだろうとか、なんかそういうことだ。口癖なんですか。口癖なのかな、ツッコミのツッコミなの。いつもヤフーだろうって言ってる人嫌だよ。ヤフーとか言われるけどね、小学生とか。そうだね、うん、ねえパパ、単身赴任でお部屋散らかしてない？ダニとか湧いてるんじゃないの？失礼な、ちゃんと綺麗にしてますよ。最近ダニムエンダーっていうのが出たの、うん、燻煙剤みたいによく効くんだけど、使い方超簡単なの。プシュってするだけ。おー、ええな、今度やってみるかな。今からしましょう。え、一つ買って近くまで来てるから、これから行くわね。え、来てる？うん。なんや、来るなら来るで知らせてくれたらいいのに。そんな必要ある？夫婦なのに。そりゃそうや、うん、あ、でもごめん、今から家でリモートが。大丈夫、燻煙剤と違って家から出る必要はないから。へえ。奥さんのダニムエンダーしに行きたいは言い訳かもしれませんね。煙じゃないのに煙の効き目、緊張ダニムエンダーは使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。厄年には厄除け方位除けをしましょう。厄除け方位除けのご祈願は関東の三大師、佐野厄除け大師、佐野厄除け大師へどうぞ。ベリーベスト法律事務所より
小学校の保健室や体育館に並んで注射を受けた方へ。実はあの時注射器の使い回しが原因で B 型肝炎になった方がたくさんいます。国はこの方々のために最大3600万円の給付を行っているので、0120-70-7000番にお電話を。第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信之です。信之です。メイプル超合金の安藤夏です。はい、それでは2時のお天気をお伝えしましょう。なっちゃん、お願いします。はい、2時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 29.2 度、湿度 58%。 東京地方は晴れのち曇り。関東は強い日差しが照りつけていますが、次第に雲が増えるでしょう。大気の状態が不安定で、平野部でも雨や雷雨のところがありそうです。局地的には激しい雨が降るでしょう。道路の冠水にご注意ください。最高気温は東京都心や横浜、埼玉で36度と危険な暑さが続くでしょう。室内では適切に冷房を使用してください。引き続き最新の気象情報をチェックしてください。以上、2時のお天気をお伝えしました。はい、ありがとうございます。さあ、今日はね、テーマメール、私のオールスターです。ラジオネーム、ワンダーさん、私が息子にも読んでほしい漫画のオールスターは、ドラゴンボール、スラムダンク、ナルト、メジャーです。漫画を読むだけでも普段の行動に変化が出るのではないかなと思います。この方42歳の方ですね。うん、確かになんかすごいまっすぐ育ってくれそうな。オールスターだな。ドラゴンボール、スラムダンク、いいな。あ、読んでほしい漫画のオールスターが難しい、ね、読んでほしい漫画って。でも読む人と読まない人っているよね。全然子供読まないもんな、漫画。うち、あ、そう、やっぱ動画とかですか、 YouTube とか。あ、そうかもしれないね。そういうふうに読むのかね。動画は多いかもしれない。そう、結構好きで読んでますけどね。ちっちゃい頃何読んでました？自分はコロコロをすごい読んでたから、なんかボンボンじゃなくてコロコロ、ボンボンよりもコロコロだったね。でそこで なんだったっけな、コロコロで、じゃあミスター味っ子とか。ミスター味っ子コロコロじゃないっけ。ミスター味っ子ってどっちだったっけな。コロコロ、ね、ボンボン、ミスター味っ子って、ミスター味っ子じゃないな、なんかコロコロで。でもおっちゃまくんとかは、すごい読んでたね。なんかそれしかなかったんだよね、もう読むものがね。そうそう、だからすっごい読んでたんだけど、今いっぱいあるからすごいですよね。そうそうそう、量が多いっていうのもあるよね。どれからやっていいのか、みたいな ね。火の鳥めっちゃ読んでましたね。でも家にあったんで。火の鳥めっちゃ読んでたの。はい、家にあったんで、すごい面白かったの。やっぱ家にあるやつは読んでたよね。読んでました。確かに誰かが買ったんでしょ、それ。火の鳥、おかーんが買ってましたね。あ、そう、はい、ブラックジャックも全巻ありました。あ、そう、はい、ね、はい、ということですね。はい、はい、まだまだメールお待ちしております。さあ、 CM の後は里崎智也さん登場です。日本放送The Radio Show。 相続税の申告を後回ししている方は0120-400-800、東京税理士会所属税理士法人48、ご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は0120-400-800-400-800。禁止高麗人参の神秘の神秘の健康力、健康力、健康力、もうくよくよしたくない。だから協力してくれ、神秘の健康力。神秘の健康力、健康力、健康力、神秘の健康力で検索。お聞きの番組は FM93 AM1242
ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。預金残高を確認するくらいの軽い気持ちでお電話を。ラジオショー、今週はプロ野球大好きウィークをお送りしております。この時間のゲストご紹介しましょう。里崎智也さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、里崎さんがね、なっちゃんに会った時のために、はい、携帯に保存していた写真があったんですよね。5年前に、2019年に、香港のディズニーランドのホテルで、ナッツさんに僕会ったんですよ。ナッツさんに会ったじゃないですよ。一人ご飯食べてたんですよ。おーと思って、写真撮っとこうと思って撮ったら、あの外国人の方でした。今見せてもらったんだけど、いや、すごかった。これ一瞬確実に安藤ナッツだと思った。そうでしょ、ね。思ったんですよ。はい。おかっぱで紫の T シャツ着てて、メガネかけてて。メガネかけてて。あれ、自分、香港行ったか、行ったかって自分で飲み込もうとしました。いやいや、別に、香港とか言わなくても、この前、撮りましたよとか言ったら、なんか、あ、そうだ、信じそうなんですよね。はい、そうですね。そうびっくりした。めちゃくちゃ似てました。5年間持ってきました。このために。はい、いつか会おうと思って、5年間持ってきました。豆ですね、また。それでも、里崎さん以外の日本人も、はい、絶対、二度見するでしょうね、これ。なっちゃんだと思う。絶対思うと思います。これはすごいわ。紫だしね、ちょうど。自分でもだって本当に香港行ったかと思いました。思いましたもん。わかんなくなっちゃうぐらいね。思いました。他に、だからそういう、いるんですか、芸能人でまだ見せてないけど保存してる人とか。そういう人じゃないで、別に。そういうの集めてる人じゃないから、別に。他にないっす。なっちゃんだけです。たまたま今日ね、会うなっちゃんのやつ。嬉しい。嬉しいです。まあ、プロ野球ウィークということで、今日ちょっとオープニングで話したんですけど、下克上という言葉、を作ったのは里崎さんですか。そう、結構、ね、結構要するに、うん、スポーツ、それをスポーツに反映させて、うん、一気に広めたのが、うん、まあ、僕です。じゃあ、本当に。だから、ロッテの、はい、あれですよね、CS。そうです、2010年の CS の、はい、あの、ファーストステージのヒーローインタビューで、うん、そう、3位からだったんで、うん、はい、史上最高の下克上を見せるって言って、あ、ヒーローインタビューで言ったんだ。言ったんですよ、はい。あ、それが最初だと。はい、へぇ、これは、条件、僕が作ったんで、定義は僕が決めていいんですよね。僕が作ったんで、スポーツ界における下克上は、それまでは誰も言ってなかった。言ってなかったから、これは間違いない。スポーツ界、僕の定義は、野球界で言うと、3位から日本一になったら、これの下克上って使っていいんですよ。わかります、わかります。そうですね。その下克上って感じします。3位から日本シリーズ進出ぐらいじゃ使っちゃダメなんですよ。ああ。それなのに、あの、日本放送の某アナウンサーは、張り切って、DeNA が3位から日本シリーズに勝ち上がる時のクライマックスシリーズで勝った時に、史上最大の下克上って言ったんですよ。うん、いや、意味違うから。いいじゃない。下克上って言ったんですよ。うん、いや、意味違うから。いいじゃない。間違ってるから。それ絶対言ってやろうと思ってたかもわかんないけど、意味違うからって、早いからって言ってきました。怒んなくてもいいじゃない。そんなとだから、あの、名誉のために名前を伏せときます。名前を伏せときますけど。いやいやいや、もうわかります、ね。マルシーがね、里崎さんのもんですからね。下克上球児なんで勝手に乗って、いや、ドラマやってました。ドラマになっちゃった。ちょっとバクったんですよ、あれ、僕ね。完全に僕のやつをインスピレーション。下克上パクってますよね、あれ。あれ完全にパクってますね。はい、パクられてますよね。そうですね、うん。そうですよね。はい、僕だっていろいろ僕の発言パクられてるんですよ。え、そんなことない。他にありますだって。アニメにも。アニメ？アニメにも、うん、その、あの、言葉、うん、僕が、うん、その、リードとはって言って、うん、その、リードは、うん、あの、リードと配球の違いっていう、うん、配球っていうのは、うん、もう机上の空論やと。うん、次ここ投げてここ投げてここ投げてって場面上でやってるだけ、うんうん、でリードっていうのは相手がいるん で、うん、でピッチャーもそれ投げてくるか分かんないから、うん、その一球っていうのは相手がいるん で、うん、でピッチャーもそれ投げてくるか分かんないから、うん、その一球一球で変わると、うん、これがリードと配球の違いやって言ったんですけども、うんうん、はい、あのそれが某アニメで、うん、
主人、準主人公ぐらいのキャッチャーの人が使われてて、うんうん、雑誌で読んだ時、うん、お俺と一緒のこと言ってる、使ってくれたんや、ありがたいと思って、うん、でもなんかそうやって言ってると、うん、僕が批判したみたいな感じでネットで伝わっていって、うん、批判してないのに、うん、ありがたいと思ってんですもんね、まあ、喜んでたのに、はい、で、あの作家さんが、うん、先生がある人通じて僕に来て、うん、あの勝手に使ってしまってみたいに言われて、先生が怒ってると思って、ね、いや、いいんですいいんですよって言って、一回挨拶に行きたいって言われたんで、うん、そんないいですいいですと、うん、そんな忙しいようにして、また暇だった時に食事誘ってくれればいいんで、そんないちいちいいですって言って、うん、なんか変なことになっちゃって、いやだから確かになんかクレーマーっぽい感じなんか分かんないけど、喜んでただけなの、でもそうなんですね、リードと配球は俺が言ったね、いや違うです、あの全然言ってないし、谷繁です。谷繁さんです。あ、これがよくタイムラインで流れてるやつ。タイムラインで流れてる。よく、はい。よくあの、僕のモノマネもやってくれてるって聞いて、タイムライン。ちょっとやってください、僕のやつ。里崎さん。里崎です。本人いるとちょっと。本人でやると言った。本人いるとちょっと調子が。全然似てない。里崎です。全然似てない。今日調子悪いっす。いつも調子悪いっすけどね。もうだってしょっちゅうあってるでしょ、シーズンオフの。いや、ほんと、はい。球児園。あれ、大阪も一緒に。今度も、はい、あります。あ、そう、イベントやるんですよね。はい。そうだ、そうだ。球児園からもう本当にね。ねえ。もう10年ぐらいやってますもんね。そうですね。もう、だからあの番組が、大人気番組なんですよ、NHK の。すごい、めちゃくちゃ言われますもんね。あの番組で里崎さんが、もうなんていうのか、そこの、的確に言いすぎちゃって、うん、だからあれですもんね、アンダースロー 100% 打てる方法を教えちゃう。アンダースローがね、それ今絶滅危惧種だから。アンダースロー簡単に言ってますね。あ、こうやってこうやってこうやったんで、ね、打てますよって言ったら、そこまで高騰していた二人のピッチャーが、放送後にめった打つされるっていう。本当に絶滅するようになってるんだから。本当に絶滅する。里崎さんのせいで本当に絶滅するんだから。でも僕のせいじゃないって言ってるんですよ。プロ野球選手がめちゃくちゃ見てるんですよ、あの番組。ね、はい、この野球のね、そのなんだろう、すっごいマニアックな番組。なんかちょっとあの、なきちゃんが見てもあまりよくわからないかもしれないけど。もう野球好きの人はもう本当によく言われるし、もう本当プロ野球選手が見てるから。そうですね。シーズン中も再放送いっぱいしてるじゃないですか。はい。で、この回のあれいいですよねって言われても、どの回かわかんない。めちゃくちゃ出てるからね。だから、本当に。佐々木さんやっぱすごいのが、うん、もう前にこう YouTube も見ててますけど、うん、やっぱりこう基本的に野球のなんか毎日なんかあるじゃないですか、ニュースが、はいはい、いろいろそれもまた全部こう目線で喋れるっていうのがすごいですよね、はい、本当にね、そうなんです、だから最近知ったのが、うん、あの王貞治ね、本当にね、そうなんです、だから最近知ったのが、うん、あの王貞治さんが僕の YouTube 見てくれてるらしい、うん、すごい、はい、その森福がホークスの、うんうんうん、そのなんかあの福岡の、うんラジオかテレビかなんかで、それを言ってたらしくて、うん、で、タイムライン流れてきたんで、うん、と思って、うん、で、今回日韓のやつで、森福に会ったんで、聞いたんですよ。うん、王さんって俺のやつ見てんのって言ったら、うん、いや、めっちゃ勉強になるし、あれはいいわって言って、見てるらしいですよって言って。すごくないですか、はい、王さんが。YouTube とか見るか、はい、まず、はい。YouTube 見るっていう話になって、森福が誰の見てるんですかって言ったら、里崎くんのいいよって言ってたらしいです。すごいありがたいですね。まあ、だから王さんが見てるからって、ホークスのことを緩く言うことは一生ないですけど。ここが里崎さんのいいとこよ。そんたくなし。だって、落合博満トークライブよりお金高いんですよ。番組で調べました。はい。はい。落合さんの、はい、特賞6600円でした。6600円。里崎さんの特賞7500円。はい。でも、グッズついてますから。特典がついてるんです、はい。T シャツとかトートバッグとか、特典ついてるんですよ。7500円だけど、はい、それちょっとね。ちょっとそこは、落合さんのやつはちょっと特典ついてるかどうかわかんない。わかんないんで、はいはい。やっぱり、佐々木さん特典ついてるから。はい、あと、僕が設定してるわけじゃないんで。そうそう。強気とか言われてる。佐々木さんが、おいよもう、落合 66? 落合6600? つって。俺7500だよ。落合さん、背番号が66だったら6600円ですよ。多分そういうことでしょ、さっき僕ね、僕じゃあ22だから2万2000にしようかな。いや、2200じゃなくて。2万2000。誰も来なくなりました。2万。逆に話すって緊張しません。何話していいかなって2万2000で。でも2万2000だと3分の1だから、うん、要は300人で一緒じゃないですか。いや、この人すぐこういうふうにまたね、計算する。計算する。これは、ね、配球ですか、今の。これはやっぱ配球ですね。パチパチで確率だし。
逆に話すと緊張しません何話していいかなって2万2000円ででも2万2000円だと3分の1だから、うん、要は300人で一緒じゃないですか、うん、だからこの人すぐこういうふうにまたね、うん、計算する計算するこれは、ね、配給ですか今のこれはやっぱ配給ですねパチパチで確率だし確率だってなきゃいけないこの配給の確率は打たれる確率何パーセント300人だけファンつけとけばいいやみたいなねすぐ早いからすごいですよだから現役の時からそうやって野球かなりやっぱ考えてやってたんですよね僕は本当学校の授業で数学だけ高得点ばっかりだったな、うん、そうなんですかここどんなに勉強しなくても授業だけで80点以下数学は取ったことないんですよ、だからそれが良くてだからプロ入ってやっぱデータになると確率になるじゃないですか、はい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 、で僕自分で勝手に方程式作ってで自分でパーセンテージ独自のやつ編み出して、うん、この確率が打たれる確率少ないとか、うん、あと打者にとってこの確率の球種が来やすいっていうのを確率でやってたんで、うん、もう本当だサイバーなんとかとかよくあるじゃないですか、ああいうのとか、要するに今でいう OPS とかああいうのもなんか自分の中でつけてたわけそう自分の独自の選定基準で自分がだから僕は人から与えてもらうより僕が欲しいデータがいるんで、うん、僕なりの欲しいデータをつけとけば僕だけが楽になるんで。いや、それをでもやっぱなんか後輩とか教えてくださいとか、はい、なんか言ってきたりしなかったんですか。え、言ったら教えてくれますけど、うん、多分分からないだろうなと思います。そっか。数学が、はい、この数字と今のこれで合ってるのかを整合性取らなきゃいけないんで。ああ、なるほど。調子いいのか悪いかによってこっちの数字変わるんで。調子がいいパターンはこのパーセント。調子が悪い時はこのパーセントになるんで、そもそもこの選手の調子がいいか悪いか分かんないと、どっち使っていいか分かんなくなるんで。結果もちゃんと出してるし、あと順位予想もむちゃくちゃ当てるんですよ、うん、で今年のね、さっき聞いたら、うん、ジャイアンツ優勝予想してたんですね、うん、そうです、もう今逆にしてない理由が分かんないですね、みんだって今年僕ね、うん、僕はもちろんしてますけど、うん、みんな4位とかだったんですよ、そうそうなんです、スポーツ市民、それはないっちって、それは何位とかだったんですよ、そうそうなんです、スポーツ市民、それはないっちって、それはないよ、何がやっぱ開幕前にそれが分かったの、なんで、だってオドーアだから退団したとかの、そういう状況だったでしょ、はい、ヘルナンデスなんかいない状況ですよね、うん、そうですね、でもまあ、うん、オドーアはそもそも計算に入ってなかったんで、あら、そんなに打ってなかったんで、オープン戦も、そっか、はい、うん、でもやっぱ投手陣はさすがに僕は、うん、去年も大勢がいなくならなかったら、うん、100% もうちょっと上の順位にいるはずなんですよ。おせえじゃん。A クラスには最低いるんで。あれが大勢いなかったのがまたついたんで、うん、今年大勢いなくなることないやろうと思ったら、うん、ちょいなくなっちゃったんですけど。まあ一時期ね。マルドナードがね。はい。そこは。でもあの他にバルドナードとか、うん、西舘とか、うん、ね、高梨も本田さんはもう、うん、リリーフ結構頑張ってるんで、うんうん。だからそんなことはないんちゃうかと思って。うん、で、パリーグは、ロッテですもんね、はい、パリーグはロッテソフトバンクを1位に予想してて、これも、まあ、ソフトバンクは普通に優勝するだろうと思ったんですけど、ワンチャンロッテも佐々木朗希が頑張ったら、うん、ワンチャンあるんちゃうかと思ったら、まあ、帰ってくるかも分かんないですけど、うん、こんなに前半戦いないって相当つかなかったんで、コンディション不良でね、はい、だからちょっと他の解説者の順予想とやっぱちょっと違う感じでね、うん、他の解説者なんでそんな外すんだって話だよね、めちゃくちゃ外すよね、めちゃくちゃ外すよね、毎年思う、でみんな大体一緒ですよね、でも僕なんて、はい、巨人今年優勝予想してたら、うん、お前も巨人魂売ってんのかとか、うん、お前就職先探してんだろうとか、うん、お前トリッキーなことやったらいいと思ったらお間違いやぞって言われちゃうんですよ、うん、トリッキーなんて失礼ですよ ねちゃんと当てに、お前何も見てねえって言われるんですよ、で優勝予想しただけで、でたまにちゃんとやるじゃないですか、はい、そしたら、はい、お前そんなの誰でも言えんだとつまんねえなって言われるんですよ、どっちが正解だよっていう、だからめちゃくちゃ当たるけど、うん、嫌われてるってことですよ、要は嫌われてるってことで、でもコーチとかの話とか来ないですか、そろそろね、え、うん、来たことはありますけど、うん、あのきっちりちょっとお断りさせていただきました、あそこは、あそうですか、はい、あのきっちりちょっとお断りさせていただきました、あそこは、あそうですか、はい、やっぱりそこは、はい、なんですか、やっぱ、うん、自分は指導者よりもこっち解説とか、うん、そうっす、まあ、うん、その時はタイミングもあって、うん、いろいろ新しい事業をしようとしてた時だったんで、うん、いきなりそれを全部やめていくのは難しいですよね、うん、なるほど、うん、はい、その時はってことですね、はいはい、あとはちょっとあの懐事情も、うん、ねやっぱコーチさん安いんでだから笠原がすごいのが、現役辞めてからまたさらに1億円プレイヤーになったって本がね、はい、出てるわけですから、かそれはすごいですよ本当にね、みんな大体ね、うんうん、そんな稼げないですもんね、やっぱり野球選手、あと子供が僕引退する年に生まれたんですよ、お僕の引退が今年10年目なんですけど、うん、子供も10歳なんですよ、はいはい、で野球コーチとかユニフォーム着てないんで、うん、子供の行事全部行けるんですよ、
だから幼稚園の時から入園式、卒園式、運動会、授業参観。なるほどね。今も全部行ってるんですよ。なるほど。運動会、授業参観。なるほどね。今も全部行ってるんですよ。なるほど。で、うち双子なんで、うん、授業参観、二、うん、人で行かないと、どっちか親いなくなるんで。うん、ああ、双子なんですか、ね、はい、クラスが一緒じゃないんで。だから、そのね、子供も寂しい思いしたりとか、うん、いや、どっちに行くってなるじゃないですか。うん、だから、必ず夫婦で行って、うん、いや、今回俺が一組で二組とか、別れたりしながら、って言ったら、今も全部出てるんですよ、行事。これはいいですよ、ね。さとしさんと、いいパパ、これ好感度ね。今ので、ちょっと。まあ、好感度が今、ぐっとぐっと上がりました。上がったっすか、上がりました、上がりました。マイナスだったんでね。ないっすよ。そんな切られてないっすよ。当てすぎてね。当てすぎてね。里崎チャンネルのファン多いですよ。いや、そうだよな。あの、ちょっとメール読みますか。はい。豊島区グズラマンさん。僕がこれちょっと本当に聞きたいんですけど、はい、1位から4位まで 3.5 ゲーム差のセリーグですが、うん、後半抜け出すのはどのチームだと思いますか、うん、はい、それは知りません。いや、そんな。はい、それは知りません。いや、そんな。これ聞きたいじゃないですか。そこででも今予想するでしょ。これは、どこも決定あるんですよ。どのチームも。どのチームも。はい、だからまあ、ジャイアンツがこのまま突き抜けていくためには、はい、僕は戸郷で絶対勝たなきゃいけないと思うんですよ。ね、今戸郷が7勝5敗とかで5回負けてるんですよ。戸郷が5回負けてるんですよ、うん。でもこの5回負けた、平均失点、なんと2点なんですよ。2点なのに5敗してるんですよ。平均失点が5敗。だから援護がないわけですよ。でも相手もエース来るんで、なかなかね、この前もオールスター前高橋宏斗に1対0で負けたんじゃないですか。全く手が出なかったですね。だからまあ相手もすごいんで、その負けてんのが相手、戸郷だったりもするんで、それ難しいですけど、そこをなんとか援護して、戸郷でもっと貯金作れば、もっと貯金増えるんで。だ僕は後半戦、戸郷が投げる試合確実に勝っていくことが、下のチームもエースが負けるの下げるんで、まあ一つ問題だと思うんですよね。ね、てるんですけど、こう島内が帰ってきて、バッチリ8、9で島内、栗林になったら、これ盤石な体制もなるし、で、ジャイアンツと同じように、大瀬良が防御率0点台のに、4勝1敗なんですよ。15試合ぐらい投げてるんですよ。初めちょっと援護なかったですよね、大瀬良が。ここをジャイアンツと同じように、大瀬良でもっと貯金作っていけば、カープも抜け出せるし、ちょっと中継ぎのそこのワンピースですよね。で、DeNA は、ちょっと先発陣が、ちょっと東、ね、で、平も、ま、怪我から帰ってきましたけど、ジャクソンね、ケイは投げてみなきゃわかんないんで、そこがハマってきて、あとリリーフっすね。それこそ、ちょっとバタついてるんで、で、まあ、打撃陣はもうちょっと都合も帰ってきてますし、援護はあるんで、その、試合の終わらせ方をしっかりできるかどうかですね。終わらせ方。何年もこう、ちょっとね、抑えがね、山崎の調子が良くないとかね、いろいろあって。で、タイガースは、今平均防御率が 2.25 なんですよ。でも昨年 2.6 何歩なんで、去年よりピッチャー陣はいいんですよ。去年よりはピッチャーいいんだ。でも何歩なんで、去年よりピッチャー陣はいいんですよ。去年よりはピッチャーいいんだ。でもチーム打率が、今2割2分5厘なんですよ。去年2割6分何歩だったんですよ。だからめちゃくちゃ得点能力が下がってるんですよ。なるほど。で、フォアボールの数も、去年は平均1試合4個だったんですよ。で、今年は1試合 3.6 個なんですよ。これ、0.4 しか変わらないかと思うんですけど、これ100試合に計算すると40個違うんですよ。それは去年、もうみんな他のチームが、阪神戦はもう対策立ててきたっていうのはあるんじゃないですか。あるっていうか、打ってたんで、やっぱ甘くなったら怖いと。だから厳しく投げることによって、そこを振らないでフォアボールを選んだんですけど、今年主力クラスが全員2割5分以下なんですよ。で、それによって、相手、打たないと思われてるんですよ。だからどんどんストライクゾーン投げられちゃうんですよ。で、それで打てない、で、ボール球も来ないからフォアボールになんないっていうところで、フォアボールも増えない、打ちに行っても打率上がらない。恐怖の8番木浪が2割8厘ぐらいなんですよ。今年。フォアボールになんないっていうところでフォアボールも増えない。打ちに行っても打率上がらない。恐怖の8番木浪が2割8厘ぐらいなんですよ。今年。もうめちゃくちゃ落としてるわけですよ。で、それによって去年盗塁めちゃくちゃしたんですけど、今年盗塁数も失敗が25個ぐらいあるんですよ、今年。去年1年間で失敗27、8個なんで。で、盗塁も全くできてないんですよ。塁に出れないし、走れない。で、近本が3、4番打つこともあるんで、ちょっと盗塁できないじゃないですか。なるほど。1番じゃないんで。だからそういったところもあって、盗塁数も激減してるんで、昨年みたいに近本フォアボール、盗塁して中野が進塁だ。で、森下犠牲フライでノーヒットで1点っていう野球が今できてないですよ。去年の阪神タイガースの、打線にね、去年すごい良かったじゃないですか。はいはいはい、あれの調子が戻ってくると、やっぱ阪神が。投手陣は去年より安定してるんで。ってるわけですから、
もう最近だって今もう12球団トップ、はい、そうそうそう、ね、いいピッチャーで、はい、エースでねいますし、で、あの村上将棋も援護点もそうだし、じゃちょっと伊藤正治が若干調子悪いかなっていうのはありますけど、打線の鍵っていうとタイガースは誰になるんですか、佐藤輝明だ、結局佐藤輝、大山がクリーンナップでどっしりしてるから近本が安心して1番打てるわけじゃないですか、だからここクリーンナップですよね、だからここがはまらないから近本3番にしようかなとか、返すやつがいないから近本動かさなきゃいけないんで、まあ、近本中野が動かさないようなクリーンナップがしっかり構築できればいけると思うんですよ。なるほど、詳しいでしょ僕、詳しいですね、めちゃくちゃ面白いさ僕あのプロ野球大好き芸人じゃないですか、知ってますよ、ここだけちょっと違うんですよ、芸人としてはそれはそうなんですよ、詳しすぎますそれはそうなんだよ、 CM 交通情報の後も佐々木さんお願いいたします。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認0120-10-10-10-10-10-10にお電話を。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの丹羽さんお願いします。はい、京葉道路の上りが事故のため通行止めになっています。京葉道路の上りは松ヶ丘インターと千葉東ジャンクションの間がトラックの事故のため通行止めになっています。県央道の久喜白岡ジャンクション方面への外回りは県央鶴ヶ島インター付近で大型トラックなど車3台の事故のため11キロ、影響で内回りも11キロ渋滞しています。さらに内回りは高尾山インターでの緊急の工事は終わりましたが8キロ、海老名インターで事故のため4キロ渋滞しています。首都高速道路は湾岸線で4キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの丹羽でした。丹羽さんありがとうございました。次の日本放送交通情報はズームそこまで言うかの中で3時56分ごろお届けします。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るならTR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。拓亮建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。ナイツ、The Radio Show。さあ、ゲストは引き続き、里崎智也さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。僕は、西武ライオンズ、はい、優勝予想にしてたんですけど、ちょっと、早い段階であれってなっちゃったんですけど、うん、どうしちゃったんですか西武ライオンズ。でも西武も簡単で、はい、やっぱピッチャーいいと、うん、昨年から言ったピッチャーいい、まあ、1位にいたんですよ、うん、やっぱりこいつらが本物だったら、うん、今年西武ワンチャンあるな、うん、僕 B クラスにしてたんですけど、うん、A もあるなと思ってたんですけど、うん、あの研究されて全く打たなくなって、うん、でアギラコルデロいなくなったんです。もうアギラコルデロ全くいなくなっちゃった。そうだ、はい、そんでさっきもちょっと話してたその研究されて打者が打てなくなるが、はい、だいぶ今進んでるっていう話だったんですけども、はい、それはやっぱりなんですけど打者の方が不利になるんですか。それは研究が進んでいくっていうのは、まあ、やっぱりピッチャー のピッチャーのやっぱ能力上がるのが先行しますよね、はい、やっぱその、まあ、能力が攻め手なんで、うん、やっぱ野手は守備も攻撃も全部受け身なんで、うん、ことが起きてから対応じゃないですか、うん、攻撃だけど受け身だと、はい、まずねピッチャーから、はい、ピッチャーが主導なんで、はい、投げないと始まらないんで、はいはい、だった時にピッチャーの成長度合いの方が歴史上はやっぱ早いんですよね。でもそれに野手がついてこなきゃいけないところ、はい、今ピッチャーの成長に野手が全くついていけないっていうところが今の現状だと思うんですよ、なるほど。でピッチャーの能力上がったからってよく言うんですけど、うん、ピッチャーが主導なんで、はい、投げないと始まらないんで、はいはい、だった時に、うん、ピッチャーの成長度合いの方が歴史上はやっぱ早いんですよね。でもそれに野手がついてこなきゃいけないところ、はい、今ピッチャーの成長に野手が全くついていけないっていうところが、うん、今の現状だと思うんですよ、なるほど。でピッチャーの能力上がったからってよく言うんですけど、うん、そんなのは歴史上ずっと上がってきてるわけですよ、うん、別にだから今の20年後の未来人から、うんはい、今の人たちも、はい、あんな能力しかなかったんだって笑われますよっていう、だってみんなでやっぱ成長しますからね。なるほどね。だってでもその時代に生きてる人たちは自分ら最高って思うわけですけど、はい、未来からしたら落ちぶれていくわけですよ、うん、ってなった時に人のせいにしてたら打てませんよっていう、相手の能力上がったら自分も上げていかないとっていう、うんところだと僕は思う。じゃあ今現役だとしたらもう佐々木さん3割打ってますか。僕あの、うん、僕は自分が現役の時も3割打ってないんで打てません、うん
図工、はい、でも僕はよく言われるんですけど、はい、昔の人が、うん、昭和の人たちが、うん、多分今の時代から、比べる。今に来てても、うん、まあ、だって、すべてが進化してるわけでしょ。はい、昔の人、マシンも何もなかったのを、素振りだけで、試合に行って初めてスピード感わかるわけでしょ。そっか。で、トレーニングも腕立て腹筋背筋しかなかったのに、うん、ウェイトトレーニングも進化してる、うん、映像解析も進化してる、うん、昔なんて自分の姿も見れなかったわけですから。そっか。それが、能力もそうですけど、うん、技術の進歩とサポートの怪我とかもバックアップも全部進化してるわけじゃないですか。なるほど。今ある技術を昭和の人が使えるんだったら、うん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 、絶対すごいと思うんですよ。そっか。だから僕は逆に言うと、うん、今成果出せないやつは昔に帰っても絶対出せないよと思います。うん、今のこのシステムとサポートで出ないのに、なるほど、昔に帰ったらもっと何もないのに、今できないやつが昔に帰ってできるわけないだろうと思ってるんですよ。なるほど。確かに。その飛ばないボールみたいなよく言われるじゃないですか。はい、特にホームランが、はい、特にホームランは少ないでしょ、はい、それはなんかやっぱり変わってるんですか？だから僕はもう選手の能力だと思うんですけど、でもここが一つ問題があって、はい、NPB の発表は数値内に入ってますじゃないですか。うん、ボールの計測、うん。もし仮におかしいと思うんだったら、うん、独自の検査機関に持って行って測ってもらえって思うんですよ、うんうんうんで。それで測ってもらえば結果出るわけじゃないですか。うん、結局、あなたの感想ですへのテーマはいらないんですよ。全部飛びませんって感想じゃないですか。そっかそっか。だからそれだったらもう物理的に測ってもらって、うん、それが範囲内であるんだったら、それは本人たちの問題だし、うん、範囲内にないんだったら、それは大事の問題なんで、うん、その、じゃあそれに文句あるんだったら、各球団も選手たちも、NPB に任せないで、自分たちが、うん、球団が、計測してもらえればいい話じゃないんですか。なるほど。そうですね。やっぱりもうちょっとファンからしたらホームラン出て方が面白いですよね。でも球場どんどん狭くなっていってんですよ。あ、昔からどんどん球場狭くなってる。だって、今、みずほペイペイドーム、福岡もテラスあるじゃないですか。テラスできたしね。で、神戸のゾゾマリンも、ラッキーゾーンできてるじゃないですか。で、札幌ドームからエスコになってるわけじゃないですか。そっかそっかそっか。どんどん球場狭くなってんだから、じゃあ仮にボール飛ばなくても球場狭くなってたら、相殺されないんですかって思うんですよ。なるほどね。僕だって、松中さん、今のペイペイドームだったら、この前もニックの、松中さん多分今のペイペイだったら70発超えてんじゃないですかっつってホームラン。まあ、三冠王取ったことあるよね。はい、あ。変直でもホームランなんで。はあ、なるほどね。で、打率ももっと2、3分上がってますよねって、はあ、アウトがホームランになっちゃうんで。へえ。なるほどね。はあ、そっか、それはまたね。確かに。じゃあ今、打者の技術。が、やっぱりそう、投手に追いついていかなきゃいけないんちゃうかっていう。うん、でもなるほど。ピッチャー能力上がったからって言い訳してても、まあ、確かに大谷翔平見てたらもう何も言えないもんね。で、あとソフトバンクの近藤とかでも。そうですよね。やっぱ打つべき人は打ってるんだよ。そっか。だって5番バッターってまたなんかちょっと難しいですよね。はい、はい、そうそうそう。なんかランナーがいる時に、こう来る、回ってくる打順だから、はい。あと無理に引っ張らなきゃいけないこともあるだろうし。ね、その中で首位打者取ってホームランもね、リーグ2位打ってるわけだから。三冠王なるかもわかんないですからね。今年こそ。近藤が。ということですよね。はぁ、ありがとうございます。いっぱいメールもね、来てるんですよ。はい。ラジオネーム、桜エビ太郎さん。うん、オールスターにしなかったりがきっかけで後半戦に影響することってありそうですか？昨夜の第一戦を見て後半戦より期待できそうな選手、うん、心配な選手はいましたか？ということなんですけど、うん、結果が出なくても心配することは一つもないです。オールスターで別に打てなくても、うん、はい、うん、まあ、そもそもホームラン狙いで行く可能性あるんで、うん、打てなくて、はい、なるほどね、はい、だから逆に言うと山川とかがホームラン打ったんでいい感じの、ね、うん、それで感覚が分かってガッて行く可能性あるんです。もう全然打ってなかったですもん ね、はい、ね、途中からね、はい、あと山崎幸也とか急失点しましたけど、あんなのも全く問題ないです、うんうん、ああ、そうですか、はい、ただそんな適当に投げてるだけなんでまあオールスターだからね、はい、まあまあそうですね、はい、直球勝負とかね。あ、そうそうそう、はい、なるほど。あの仲良くなりたいさん、はい、里崎さんは常々捕手は打てなくていいのは甘えだとおっしゃっていますが、うん、現在現役キャッチャーで里崎さんがこいつ打つなと思うキャッチャーって誰ですか？やっぱ今年はやっぱ DeNA の山本と、うん、ああ昨日もね守ってましたよね。打っていいのは甘えだとおっしゃっていますが、うん、現在現役キャッチャーで里崎さんがこいつ打つなと思うキャッチャーって誰ですか？やっぱ今年はやっぱ DeNA の山本と、ああ昨日もね守ってましたよね、オールスター。あとはパリーグだと日本ハムのタミヤが、タミヤすごいですよね、いい形上がってきて、あと何気にロッテの佐藤俊也も、まあロッテだから誰も知らないんですけど結構頑張ってるんですよ。佐藤俊也今リーグ2位とかじゃないですか、3割ぐらいやってますよね。タミヤがあの規定打席到達しないんで、規定打席到達するとタミヤが多分近藤の下ぐらい来るんですけど、ちょっと最近タミヤが規定打席到達しなくてちょっと打ててないんで、やっぱキャッチャーであれだけ打つ人っていうのはもう大戦力ですよね。そうですね、周りが打たないんでね、周りが打たない、他のキャッチャーが打たないんで、他のでもキャッチャーはね、もう大変だからね、リードとか
いろいろあるじゃないですか、配給とか。いや、それもですよ。昔は自分でチャート持ってきてもらって調べてたのが、うん、今全部データ出るんですよ。自分で調べなくてもいいんですよ。だから労力減るじゃないですか、うん、いいんじゃないですか。ちょっとそんなのもあのファーストマイル全力で走らなくても、昔はファールゾーンめっちゃ広かったんで、うん、めっちゃ走っていかなきゃいけなかったんですけど、うん、今ラッあのなんかフィールドシートとかできて、サイトシートとかできて、ファールドめっちゃ少なくなってるんで、うん、真剣を終えていかなくてもすぐあのバウンドして手元に来る。無理なんですもう、論破できないですから、ね、論破できないですから。そうっすか。はい、やっぱだってあそのキャッチャーから打てないとか言ってっから打てねえんだよっていう、あの甘えてんじゃねえよっていう、その世間の仕事にできなくても仕方ないなんてないんですよっていう。すいません、本当に、はい、すごいこんな質問をね、はい、しちゃって僕が。ちなみに野球界の粗品、野球界の粗品と言われてる。今日あのなんか、はい、あの村上君っていう、はい、さっきゲストの、うん、ああ聞きました、はい、彼がやっぱり、はい、野球ウィークで野球芸人として来たんですけど、早稲田大学の3軍のクローザーだったんですけど、はい、すごいすごいですよね、早稲田。すごいですか、早稲田大学。ああ、あの AK4 級ぐらいじゃないですか。だから AK4、 僕 AK4 級持ってるんですよ。だから持ってる僕はすごいと思ってるんですよ。ああ、うん、はい、英語、はい、でも1級の人から見るとすごいとは思ってないと思うんですよ、うんうん、あ、そっか、はい、だから恥ずかしいから言わない方がいいんちゃうかって。お前、佐々木さんに覚えたってちっちゃいな。細っ。だって、早稲田はすごいじゃないですか。早稲田はすごいですよ。早稲田はすごいですよ。早稲田の野球もすごいですよ。すごい、うん。ここでやめといた方がいいんですよ。おう、そっか、早稲田の野球部でしたでいいか。すごい。で、それでもすごいじゃないですか。はい、3軍は言う必要ないから。まあもうこれからね、はい、芸人として入れたいんだら、うん、二度と野球やってたっていう、いうのは言わないでもらっていいかな。もう二度と言いますね。野球やってたはいいでしょ。野球やってたはいいでしょ。だって3軍だけど、はい、ちょっとスパイス入れるためにクローザーで上げようとしてるわけでしょ。ああ、そうですね。スパイス入れようとしたら、ちょっと下心がね。下心が見抜かれてる。マシでした。マシでした。マシでしたね。二人でなんか漫才やるんですか、コンビ組んで。あ、行けますね。僕帝京大学の一軍のキャッチャーで、うん、当時の大学記録持ってたんで、で三軍のクローザーですもんね、うん。いけるんじゃないですか。でも学校は早稲田帝京なんで、あ、ギャップありますね。ここはあるね。まあ、いろいろあるんだね、やっぱりな、マウントがね。さあ、もうこの時間、お別れですけども、佐藤崎さんからお知らせありますか。お知らせですか。はい、まああのもう YouTube 見てください。YouTube でね。王さん、王さんも見てるんですから。王さんも見てる。佐田春さんも見てる。王さん、佐々木チャンネル。僕に YouTube はいいって言ってるんですから。そんなことないですよ、これ。大ニュースですよ。ね、で今日のショープナイター。そう、オールスターの解説ですね。オールスターの解説ですから。どうするんですか。時間どうやって潰すんですか。え、今から家帰って、うん、あの時間ギリギリに神宮行きます。神宮行く。あ、すごい。さすが。天気がね。はい。天気はね。いいといいですね、今日ね。はい、そうですね。でも僕どうせ部屋の中なんで。濡れんの選手言わなくていいんですよ。ありがとうございました。この時間のゲストに神宮行きます。神宮行く。あ、すごい。さすが。天気がね。はい。天気はね。いいといいですね、今日ね。はい、そうですね。でも僕どうせ部屋の中なんで。濡れんの選手言わなくていいんですよ。ありがとうございました。この時間のゲスト、佐々木智也さんでした。ありがとうございました。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。小学校の保健室や体育館に並んで注射を受けたこと覚えていませんか。実はあの時注射器の使い回しがありました。その際血液感染が原因で B 型肝炎になった方がたくさんいます。国はこの方々のために最大3600万円の給付を行っています。対象者は昭和16年から63年生まれの方です。病気を発症していない方も多く、対象者の約5人に4人が給付を受けていません。また、おじいで亡くされた方を探しています。対象者がお亡くなりの場合、ご遺族の方も対象ですのでご注意を。ここで、給付金を受け取った方からの感想をご紹介します。私たち、姉妹の記憶で昔、亡くなった父が B 型肝炎が何とか言っていた記憶があって、一か八かしてみるだけしてみようと思ったのですが、今思うと、依頼して本当に良かったなと思います。まずは、あなたも給付の対象かご確認ください。お電話は 0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
明日お昼11時半からは清水美智子とナイツのラジオビバリーヒルズ、ただいま新記録リクエストを募集中。まあ本当に窓際のトットちゃんも徹子の部屋もギネス記録を更新中というのも本当にすごいそうです。ジェネリック、あのね、私だって名帳名簿やった回数多分世界一ですけどね。他にやる人いないだけですから。多分世界一ですけどね。他にやる人いないだけですから。ラジオリビング、前島香のアナウンサー、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします、うん、今日の日本放送ラジオリビングなんですが、高反発マットレスエアウィーヴスマート通販限定モデルご紹介します、うん、はい、もう店頭では購入できないお値段も特別な商品でして、うん、もう前回ご紹介した時はもうあっという間に完売しました、もうリクエスト殺到のためなんとか350枚限定でご用意したんですが、すでに残り120枚です。あら、売れますね。なくなっちゃうよ。暑い夏でもね、やっぱ蒸れにくいってところが人気ですから、今こそ使ってください。ぜひ一度はその極上の寝心地味わってみたいと話題の高級マットレスで、フィギュアスケーターの浅田真央さんですとか、あと歌舞伎俳優の坂東玉三郎さんをはじめ、ますね、高級老舗旅館ですとかね、ジャルの国際線ファーストクラスですとか、最高の眠りにこだわるね、一連の数々が認めているのがこのエアウィーヴなんですよ。あのパリ五輪ももうね、あの開催近いですけれども、あの阿部詩選手とか一二三選手、阿部兄弟もあのエアウィーヴも愛用されているという。そうなんですよ、すごいね。そうなんです。でそのエアウィーヴなんですが、パリ2024オリンピックパラリンピック競技大会の選手村すべてに寝具を提供してまして、そうなんです、1万6000床になります。すごいことだな。でもね、睡眠ってやっぱり選手にとっては重要ですもんね。大事だもんな。ぜひね、いいコンディションでこう、ね、大会に挑んでいただきたいということで、まあ、例えばなんですけど、朝起きると体が重いとか腰が痛いとお悩みの方、ぜひね使ってください。今お使いの敷布団ですとかマットレスの上に1枚敷くだけで、肩や腰の負担軽減して朝までこうぐっすり眠ることができるので、よく今お使いの敷布団ですとかマットレスの上に1枚敷くだけで、肩や腰の負担軽減して朝までこうぐっすり眠ることができるので、翌朝の体のコンディションがもう違うんですよ。もう実は寝苦しい夏に特におすすめでして、秘密は独自素材のエアファイバー、これがもう唯一無二の凄さ、さっきもナスさんとも話してたんですけど、こう弾力ある透明な繊維を3次元にこう絡めてマットレスを形作ってるんですけど、 90% 以上が空気でできてるので通気性が抜群なんですよね。通気性なのに高反発がマジですごい、すごいですよね。マジですごいか、感想を強めに言っちゃったな。強めに本当にすごいんです、で何より気になるのがお値段だと思うんですけども、エアウィーヴというと、まあ、大変お高いですね、10万円を優に超えるものもあって、なかなか手が出ないよという方もいたかもしれないです、ですが今日ご紹介の高反発マットレスエアウィーヴスマート通販限定モデル、税34,980円、すごいな、すごいですよ、そうなんです。店頭で35,000円以下で購入できるモデルってないので、ぜひお申し込みは 0120-1242-86 です、先ほどナスさんも強く言ってくださった、もう適度な反発力あるので寝返りがすごくしやすいんですけども、まあ、寝返りってこう、まあ、体の巡りを促して疲れを取ったりとか、と体温調節を行ったり、大切な役割を果たしてるんですよね、とあらゆる方向から体を支えてくれますので、こう体圧が分散されるんですよ。だからこそこう肩とか腰が楽っていう、そこだけ沈むっていうのがないので楽なんです。で通気性も今那須さんがふーってこう吹いて試してくれる、呼吸できるんですもん、口に押されても、そうエアファイバーが本当通気性がすごいっていうのを今スタジオで体感してくださってますけど、でこちらのマットレスなんですが、専用のカバー、こう洗濯機で洗えるっていうだけじゃなくて、中のマットレス本体も水洗いできる、洗いましたよ、マットレス本体も水洗いできる、洗いましたよ、洗いました、先日どうでした。いや本当にだってシャワーで、あったかいシャワーで洗うだけでした、流すだけで汚れが落ちました、もうね、そう夏場も清潔に保てるので、本当に、ね、使いやすいんですよ、ただ、まあ、これだけ揃ってますから人気です、お電話でのお申し込み、あさって26日金曜日の午後7時までとなってますの でしかも準備数なくなり次第終了となりますので、ね、なくなりそうだな、早めにお願いします、さあ高反発マットレスエアウィーヴスマート通販限定モデル、税込み34,980円、
セミダブル、ダブルサイズについてはお電話でお問い合わせください。関東1都6県は送料込み。お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 です。ラジオリビングのホームページや公式 LINE アカウントからもご注文いただけます。ぜひラジオお盆の大切さを感じています。今年がニーボンの親しいお宅には故人様をいい香りでお迎えくださいとお線香を送ります。どうぞ良いお盆を。ニーボン見舞いに日本行動のご神物用お線香。日本行動ラジオを聞いている経営者や企業の宣伝担当の皆様、日本放送であなたの会社やお店の宣伝をしてみませんか。会社や商品の名前をもっと知ってほしい、新商品サービスを宣伝したい、そんな方はぜひ日本放送企画書サイトをご覧ください。サイトではラジオやイベントによる広告事例や音声 CM など様々な企画を掲載しています。広告のお仕事をされている方も大歓迎。今すぐ日本放送企画書サイトで検索してください。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ。日本放送、あなたとハッピー、柿山忠です。熊谷美穂です。明日はエッセイストの村井理子さんの新刊義父母の介護をご紹介。さらに今週は特殊詐欺撲滅キャンペーンを実施中。リーゼントデカ秋山博康さんがその巧妙な手口を解説します。あなたとハッピーは明日も朝8時スタート。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りします。ナイツさん、夏休みいつ取るんすか。もうちょっとしたら取るよ。あー、いいなー。いや、そんなため息疲れても。なっちゃんも取ったらいいじゃん。いや、ラジオショーあるんで取れないです。俺らラジオショー休んで夏休み取るんだけどね。いいなー。そんな顔されてんで夏休み取るんだけどね。いいなー。そんな顔されてもね。なっちゃんは行きたいとことかないの。冷房下げても何も言われないところに行きたいです。涼しいとこ行けばいいだろう。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー。ちょうどいい、ね、今めちゃくちゃちょうどいいですよ。ちょうどいいです。だってもう 20度にしてたんですよ。ぶつぞぶつぞ久々に聞きました。ぶつぞぶつ背長いからな。リーチあんだぞこっちはつって。自分短いんで届かない。やめてください。さあ、備えレシピショーのコーナーです。このコーナーでは防災と食をテーマに羽衣フーズさんの商品や誰でも簡単にできるレシピを紹介していきます。コーナーにお付き合いいただくのは管理栄養士で防災士の資格をお持ちの今泉舞子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今泉さん、今日紹介いただく、よろしくお願いします。さあ、今泉さん、今日紹介いただくストック食を使ったレシピは何でしょうか。はい、今日ご紹介させていただくレシピはマスカルポーネチーズのフルーツサンドです。まずは材料をご紹介します。今日は4個分です、ロールパン4個、朝からフルーツパイミー1缶 190g、 パイミーはパインとみかんです。マスカルポーネチーズ 100g、 アスカルフルーツパイミーのシラップを大さじ2、お好みでミントの葉を少々ご用意ください、続いて作り方です、今日もドリンストーク、ありがとうございます、パイミーはシラップと果実、シロップをシラップって言ってる、シラップなんです、すいません。あの羽衣フーズさんはシラップとおっしゃいますので、はい、シラップと果実に分け、室温に戻したマスカルポーネチーズにシラップを入れて混ぜます、でちょっと緩くなるので今の時期暑いので一度冷蔵庫で冷やしていただくのがおすすめです。うめ、ロールパンに V の字に切り込みを入れ、シラップを混ぜたマスカルポーネ、めっちゃうまいんですけど、はい、よかったです。あのギリギリまで保冷剤乗せていて、これ生クリームとね、なんかマスカルポーネチーズとこのパイミンがめっちゃ合いますよね。あの生クリームで作ること多いんですけれど、そうするとホイップするのがめんどくさいので、マスカルポーネチーズおすすめなんです。でしかも味付けといいますか、甘くするのはシラップ大さじ2のみ、でもうちょっと甘くしたい方はよくマスカルポーネチーズにティラミスの、あの
エスプレッソソースとかついてるんですね、はい、でそれ混ぜていただいても美味しいと思います、そして今日あもう皆さん食べちゃった完食だ、うん、あのロールパンの切り込みを見ていただきたかったんですね。普通食べちゃった。あのサンドイッチにするとき、はい、よく縦に切り込み入れることあるんですけど、はいはい、それだと上手にこう盛り付けできないので V の字に切り込みを入れるんです。そうだったんだ、はい、開いた状態にするってこと、ね、あの V の字に切ると盛り付けが綺麗に、うん、あちょっと見る前に食べちゃった、うん、食べちゃった。でその切り取られた V の字のところを最後ボールとかに残、切り取られた V の字のところを最後ボールとかに残ったマスカルポーネチーズを拭って食べることができるので、うん、一石二鳥なんです。マリトッツォみたいな感じってことですよね。あそうです、切り口がそうです、そうです、そうです、はい、マリトッツォみたいで美味しそうって思って食べたらめっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。早かった、完食です。見てたんだね、はい、見てました。ありがとうございます、うん、今日の防災の話なんですけれども、うん、先月メッセージの回でもご紹介したんですけれど、千葉県消防学校にある防災研修センターで災害食の講演を3時間行いました、うん、でちょうど開催が6月1日だったので受講者全員に災害用伝言ダイヤル171を体験してもらいました。災害用伝言ダイヤル171とは、地震や噴火などの災害の発生により被災地への通信が増加しつながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言板です。毎月1日と15日、正月三が日、防災週間などにお試しで体験することができます。千葉県防災研修センターの電話番号をお借りして、電話じゃないですよ、うん、電話番号、うん、番号をお借りして、うん、6月1日の朝、災害用伝言ダイヤルに私が伝言を録音しました。1伝言あたり30秒以内なのですが、私喋りすぎて途中でピーッと切れてしまいました。いざという時30秒で何を入れるか練習しないと難しいと思います。講座の途中で受講者全員に災害用伝言ダイヤル171を試してもらい、私の伝言には質問を入れたので、聞けた方はその質問の答えをアンケート用紙に書いてもらいました。音声ガイダンスに従うだけですが、できなかった方もいらっしゃったようです。はじめは戸惑うかもしれませんが、慣れれば簡単です。体験することが大事なので、皆さんもご家族や親戚と一緒に練習してください。夏休みはいい機会だと思います、うんうん、電話番号を共通にしなくてはいけないので、自宅の電話番号にするのか、誰の携帯番号にするのか、あらか、うんうん、電話番号を共通にしなくてはいけないので、自宅の電話番号にするのか、誰の携帯番号にするのか、あらかじめ決めて、30秒で何を入れたらいいか家族で話し合って、早速8月1日や防災週間に体験してみてください。ありがとうございます。来週以降もストック食品を美味しく食べられるレシピを今泉さんにご紹介していただきますので、よろしくお願いします。今回のレシピは番組ホームページから見ることができる特設ページにも掲載するので、そちらでも確認してください。そして番組特設ページでは、はごろもフーズのシーチキンが入ったシーチキンストッカーボックスのプレゼントもしています。応募フォームがありますので、そちらからご応募ください。また備えレシピを作ってみましたといったメールもお待ちしています。受付メールアドレスは rs@1242.com、 件名に備えレシピ賞と書いて送ってください。お送りいただいた方の中から1名様に3000円分のクオカードを差し上げます。今泉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、はごろもフーズプレゼンツ備えレシピ賞でした。例えば災害などもしもの時、不安な気持ちを和らげてくれるのは普段のお料理なのかもしれません。いつもの食材を多めに買って使った分だけ買い足すローリングストックが注目されています。はごろもフーズはシーチキン、シャキットコーン、ポポロスパなどローリングストックに役立つ商品を取り揃えています。食べながら備える暮らし、始めませんか。はごろもフーズ。食べる、買い足す、備える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 。普段よく使う食材を多めに買っておいて、食べた分だけ買い足すことをローリングストックと言います。シーチキン L、 シャキットコーン、朝からフルーツ、ポポロスパ、パパッとライス、ハゴフルーツ、ポポロスパ、パパッとライス。はごろもフーズの商品でローリングストック始めませんか。はごろもフーズ。はごろもフーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間ははごろもフーズがお送りしました。
時刻は2時53分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク畑中さん、お願いします。はい、お伝えします。首都圏は大気の状態が不安定で、ところによって荒れた天気となっています。で、現在荒れた天気の地域は東に移りまして、千葉県北東部に竜巻注意情報が出されています。この地域では竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子にご注意ください。で、電車の状況ですが、 JR 川越線が倒木の影響で現在も川越駅と駒川駅の間で運転を見合わせています。東部では足立区と西東京市で合わせて2120軒が停電しています。で、埼玉県は埼玉市見沼区、南区、浦和区、朝霞市、小瀬町、三好町の合わせておよそ4240軒が停電しています。東京電力で状況の確認を進めています。変わりまして、 EU ヨーロッパ連合の気象情報機関コペルニクス気候変動サービスは、今月21日の世界の平均気温が 17.09 度になり、1940年からの観測史上最も暑い日だったと明らかにしました。これまで最も暑かった去年7月6日を 0.01 度上回ったということです。先月の世界の平均気温は 16.66 度で、6月としては観測史上最高でした。気象情報機関では温暖化が続いていて、今後数ヶ月です。先月の世界の平均気温は 16.66 度で、6月としては観測史上最高でした。気象情報機関では温暖化が続いていて、今後数ヶ月、数年以内に記録が更新されるのは間違いないだろうと指摘しています。長野県飯田市の公園近くで今朝、81歳の男性が散歩中に熊に襲われ、顔に大怪我をしました。手術が必要な状態だということです。猟友会員らが捜索しましたが、熊は発見できませんでした。被害に遭った現場は山と住宅地の境で、警察は住民に注意を呼びかけています。宮城県大河原町の町議会の議場でスマホのゲームをしていた佐藤孝久議員73歳が議員辞職を表明し、今日付で許可されました。ことの顛末ですけれども、先月の10日、議員氏がゲームをしているのを社会科の授業で町議会を見学した小学校の児童が見つけました。佐藤氏の行為が問題とされ、町議会は今日の本会議で辞職勧告決議案を可決し、本人が辞職に追い込まれたものです。児童らの感想文には、議員で働く人としていいのかなどと書かれていました。この時間のニュースは以上です。畑中さん、ありがとうございました。森山良子 with 東京フィルハーモニー交響楽団良子クラシックスコンサート、9月14日土曜日、サントリーホール大ホールで開催。森山良子の歌声と東京フィルハーモニー交響楽団の演奏をあなたに。チケット一般発売中。詳しくは日本放送イベントページへ。ラジオネームトッシーさん、はい、村上元気そうでよかったさん野球を語ることで自分自身の良さを打ち消してしまったので、里崎さんに英検4級並みという烙印を押された以上、今後野球の話をしないのは自分のためだと思って素直に受け入れてくださいという感じですね。あ、いますね。すごい声、まだいんのか。あの青年はずっといらっしゃいます、ね、はい、なんか俺たちにしか見えない幽霊なのかな。そう、まあ、顔色がそうなんですよね。ちょっと素直に受け入れてくださいという、なんか、はい、今日これあれなのかな、はい、フィールドオブドリームズみたいな感じなんですか。スタジオにいる野球やりたかった少年がずっといるみたいな。なんかこう、やっぱこの番組結構なペースでね、こう呼ばれてるけど、なんか出るたびに損してるよね。あんまりなんかね、マイナスプロモーションでやってるけど、本当はだから普通になんか面白いギャグとかやって挽回させても
帰るのが一番いいんじゃないか、まあ、それが一番シンプルか、ね、本来そうなんだよね、はい、しばらくでもちゃんとギャグとかやってないから、ね、本来そうなんですよね って言うんじゃなくてさ、それ今やる、やればいいやればいいんだけど、今日はちょっとできない。本来もうギャグやってこなかった。今3年目なんですけど、ね、今本当に丸坊主でピン芸人なのにギャグ一個もやってこなくて、ギャグいないんだ、ここまで来ちゃったんですよ。そうなんだ。そっか、いや本来はね、そういう、いや本来はそうなんですよ。まあ本来が本来が分かんない、本来とかないからですよ。なんか知んないけどね、うん、マネージャーがお前のこと好きすぎてすごいですよ、うん、ここに入れたがるんだけど。そうなのね、マネージャーね、うん、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、うん、まあ、まだ帰っていいよ、うん、もう帰っていいから、いや勉強させていただきます。ビッグカメラ年に一度の決算セール、凍結性と清潔、日立6畳用エアコンが74,800円。カメラを使って賢くお掃除、ルンバ上位モデル J7 が47,800円、台数限定。お店もネットも決算セール。ベリーベスト法律事務所より、アスベスト石綿を吸い中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ザ・ラジオショー、3時です。時刻は3時になりました。ザ・ラジオショーをお送りしております。さあ、安藤なっちゃんからこの時間のお天気を伝えてもらいましょう。お願いします。はい、3時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 31.4 度、湿度 52%。 今日の東京地方は晴れのち曇り。この後関東は沿岸部を中心に日が差していますが、雲が多くなっています、うん、この後も急な雨や雷雨に注意が必要です。午後2時までの最高気温は東京都心は36度でした。局地的に激しく降るため、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意、警戒してください。明日も晴れ間が出てもにわか雨のところがあり、内陸では雷を伴って激しく降りそうです。うん、引き続き最新の気象情報をチェックしてください。以上、3時のお天気をお伝えしました。はい、補足すると、あと、熱中症も気をつけてください。水分、塩分、はい、しっかり、よし、そうですね、本当に。はい、ため息混じりに言えますか。間に合った。間に合った。いやいやいや。間に合いました。テーマメール、来てます。お願いします。はい、ウォッチャーさんですね。はい、私の暑さ対策オールスターは、ひんやりタオル、ひんやりリング、冷却スプレー、扇子、水筒です。最近は男性も日傘を差す人が増えてきましたが、うんうんうん、私の中では日傘はまだメンバー入りを見送っています。もう入ってないんだ。そうだね、いいですね。でも本当日傘、そろそろ。ね。うん、いや、昨日日傘しましたよ。うん、仕事で。ちょっと日傘率相当上がってきたよね。やっぱこう、外を見えると。なんか、昔より太陽が刺さってきません？うん、ああ、わかる。なんか痛くないですか？痛い。刺さってきますよね。日光強いよね。なんでだろう、近い、もう近づいた前より近づいたってのは聞いてないけど、なんか前もっと柔らかくなったし、どっかの島行った時に感じてたけど、もう今なんか東京の普通の歩いててもその感じするよね。そうなんですよ。なんだろう、なんか昔と感覚、肌感が違うんですよ、太陽とのなんか距離感みたいな、そうね、近づいてきて自分が背が伸びたからとか、そういう、あ、そうか、うん、そのさ、そうか、身長の伸びた分じゃない、伸びましたもん、だって昔からしたら近づきましたもん、太陽に、その分じゃない、そうか、もう日傘はまだ俺やったことないけど、でも全然違うかった、全然違うよ、ね、なってくるよ、もう恥ずかしいんじゃない、なんか恥ずかしい、そうなん、ちょっと照れくさいですよね、照れくさいんだよな、でもすごい涼しかったです、涼しいよ、うん、そう、もう直、もう帰りバイクなんですけど、うん、西に向かうんですよね、うん、で西日にもう直で来るんですよ、もうなるほど、で帰り、この水曜の帰りが本当に地獄で、なんとかルート変えていけないかね
遠回りして。いやちょっと厳しいっすね。一緒でしょ、最終的には西に向くんだから、うん、結局西なんで絶対どっかで西向くでしょ。そうなんですよ、トンネルぐらいしかないでしょ。トンネルを探すとかね、トンネル探す、うん、トンネルも暑いんじゃないですか。日に当たらないルートないの？いやないんですよね。あるかな。みんな今でも 歩く人たちはもう本当日陰をもう集中してる、もうぶわーって日陰に行ってみんな。でもう運転してる時にその信号待ちの時に、うん、あの街路樹の影になってるところに止まれっていう願いをずっとしてます。全然違うからね、全然違う、違う、もうずっと日向ね、うん、もう止まるところが、うん、いやーオールスターでね、オールスターで、うん、本当ですね。引き続きメール待ちしております。ZOO 山鉾巡行、山鉾巡行、さあ山と鉾の違いはご存知ですか？新保次郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。鉾と盾の鉾ですね、はい、槍みたいなものがついてるわけですよ、あれが鉾ですね、はい、じゃあ山って何かっていうと動く小さな山なんです。マウンテンですか？おいえ。おかげさまで開局70周年笑顔になれ日本放送ナイツザラジオショー。さあこの時間はこちらのコーナーです。なっちゃんお願いします。プリーよ、はい、マヨネーズを出す音がプリーと聞こえた人一倍、音に敏感な私安藤夏のようにリスナーの皆さんが日常生活で耳にする音がどんな風に聞こえたのかを文字にして送っていただき、うん、ナイツのお二人に何の音か当てていただくコーナーです。はい、ということで村上も参加させていただきます。あれいるじゃん。なんでだ。いるんじゃん。そうそう、やるんすか。もうやらせてください。本当にプリーやりたい。プリーやりたいんすか。今日この後の予定は何の。もうバイトです。夜勤です。バイト夜勤何やってるの。いいんじゃない。大丈夫、はい、カプセルホテルが夜勤です。何時から何時から。そうなんだ。8時、8時です。12時間ロードです。帰んの。帰れば寝の。ね、大丈夫。いいよプリーは。やらせてください。やりたいんです。プリーはやりたい。ナスさんやりたいんです。やりたいんです。プリーやりたい。いやでもちょっと当ててよぜひ。もう伝えてます。分かるルールは。あ、もう分かりました。一回ましょう。やりましたね。はい、高垣の時にやらせて。焼きプリーやったもんね。712回の記念日。そうね。ナイツの、はい、一回、ね、なんか今日さ全然声出てないじゃん、さっきから。あ、出てないですか。プリーって一回言ってみて。はい、全力でいいですか。うんうん、プリー。はい、それなんかちょっとなんかちょっと調子悪い。あれてる。調子悪いですね今日。なんかごめんなさい。寝不足ですから。だから調子悪いですね。夜勤が、夜勤続いてて。え、夜勤、夜勤明け今日。あ、今日も夜勤、夜勤です。夜勤明けでまた夜勤や。夜勤明けで負けた夜勤です。ラジオ挟んでる。ラジオ挟んでる。3時間睡眠です。3時間睡眠です。はい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。行けたいです。全然です。もう夜勤。一番カプセルホテルに泊まりたい人じゃない。そうですね。なんなら僕はですね。はい、もっと海外の人多くて。そのストレスもちょっと。インバウンドでね。今、インバウンドで。うちのカプセルホテルがもうすっごい海外の人。あ、そうなんだ。8割くらい海外の人。もうプリー行きますね。あ、プリー、プリー、ごめんなさい。僕の話ですね。インバウンドの話。失礼しました。ごめんなさい。はい、早速、はい、今回も来ています。ありがとうございます。ポピーライダーさんからですね、じゃあ私の擬音から言いますね。お願いします。プシューカシータプショカホー。いろいろわかった。いろいろ長くないですか。長いしては長い。俺も思った。初めね、コーラのあー炭酸ちょっとでも長い。コーラの、はい、缶を開けた時の音かなと思ったの俺、うんうん、あ、もうスプライトでも、うん、ごめんなさい、ごめんなさい。答えて答えて、そのいいから、うん、相談と思ったのじゃなくて、コーラを開けて注いで飲む時のまでの音。ノットプリーシューの後なんだっけ。クシューカシタプショカオタです。カオカオ長いよな、確かに。長いよな。なんか全部いろいろ開けてるんで。だからもうほんと、コーラと、うん、コーラとソーダと、うん、3つぐらい入れた、カクテル、うん、カクテル作りの音。ノットプリー。自分も長すぎて、うん、もう一回お願いしますを、もうずっと聞いてました。その、あ、再現するために、音源をね、うん、擬音にするために。なんか工場とかの音かな。絶対機械の音でしょ。家にあるそんなの。ないです。家にはない。じゃあポピーライダーさんの擬音全然喋んないじゃん。なんで喋らない。長くないですか。いつもよりこんな長いのあるんですか。
いやいや長い。今日はちょっと長め。今日長めなんです、ね。まあ俺たちより音をね聞いてる年数は少ないからな。いやまあ若いから。確かにそうそうそう若いから。そうそう。ごめんなさい。音歴が長い。音歴が短いからまだね。そうですなんかまだ受け入れられてない耳が。出身どこだっけ？東京です。東京だとなやっぱな自然の音とか聞いてない。無理にいいぞつなげて。自然の音だよこれ。じゃあポピーライダーさんの気をお願いしますね。カシューコカプシューコ。こんな音を日常で聞かないよね。家にないんだもん。家にないです。ないです。どこにある？どこにあるの？ヒント教えて。各地。各地。各地ってあれでもさ、じゃあ駅とかの音なの？うん。そういうことなのかな？駅だ。うん。駅かなこれは。あ、ドア。電車のドアから出発までの音。ノットプリー。なんで答えねえんだよ、お前。ごめんなさい、マジで。マジで、熟考しました。熟考しました。熟考しました。ごめんなさい。熟考はいい。ハブ名人、すごいですね。考えてましたね。ハブ名人って将棋のハブ名人のことですか？そうですよ。で、改めてそんな、恥ずかしい、なんか。すっごい恥ずかしかった、今。振り返されると。もう名人、なくな、大事だ、そうです。ごめんなさい。名人じゃない。そうです。ごめんなさい。会長もやってますから。ごめんなさい、ごめんなさい。もう今。プシューカッシュー。タコプシューカコー。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 全部その一連その、あー、なるほど。その感覚は絶対そのもう、まあ、続けて言う感じなの。そうですね。うん、うん、それは大体一定です。大体一定、はい、一定だと思います。へえ、駅じゃないとすると、各地っていうのはない県とかはない？ない県もあると思います。あ、ない県もある。大体その、はい、ない県に行くのかな。なんだろう。あ、新幹線のトイレの音。Yes, please。すげえ。俺すげえ。聞いてみましょう。うん。これ、よく中川家さんがね、やってるやつ。真似するだけで。本物はこんなにいろんな音がするのね。だからもうずっと延々と聞いてます。なるほど。はい。なる。一回も答えなかった。マジすいません。マジすいません。何々もないじゃん。マジすいません。マジすいません。マジすいません。村上。すいません。一回も答えなかったになってるよ。本当にすいません。申し訳ない。そうだよね。反省します。すっごい反省します。こっちもなんか、いや、なんか今の、そうです。ちょっと聞きづらいし。ごめんなさい、ごめんなさい。俺も恥ずかしい。みんな恥ずかしい。ごめんなさい。恥ずかしいプリーだな。ごめんなさい、ごめんなさい。なんかつまらなくしてるボケが本当につまらなくなるからやめてもらって。いやいやいや、めちゃくちゃ面白いです。いや、原さん自信持ってます。お願いします。めちゃくちゃ面白いです。あなた自信持ってます。ありがとうございます。夜勤は何時から何時なの？ 8 時、8時です。11時間の方です。すごいな。ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ、続いて、嬉し涙じゃじゃ丸さんです。じゃあ、自分の擬音から言いますね。高いです。その回数は人それぞれ。人それぞれです。まあ何かお風呂で掃除する時の音じゃないの？ノットプリー。なんか自転車のこうブレーキをこうポンピングブレーキでかける時のキャッキャッ。ノットプリー。本当ラストチャンスでここで答えない。出るぞ。なんか新しい炊飯器。ノットプリーどういう炊飯器があったの今まで。最近の炊飯器ってなんかこう主張が激しくないですか？って炊き上がった時のキギーみたいな。俺だけだよなこれ。そんなもんね。うるさくてしょうがないと思う。近かったと思う。近くないんだもんね。近くないですね。やらない。村上くんはやらないか、うん、やらないか。うちらはやる。ナイツはやる。まあなんかでやる。まあ特に花輪さんはやってるんじゃない。特に花輪さんはやる。やったことはある。うん、やってた。花輪さんやってた。やってた。うん、過去形世代が。え、俺がやってなくて花輪さんやってた。僕バレーボール関係ある。体育館のあのシューズの音じゃない。Yes, please! あ、すごい。あ、バッシュ、バッシュの音。すごい。これ聞いてみましょう。この音は、
そんな高い音か。バレー部だったんだけど、隣でバスケット部の練習してた時にめちゃめちゃこの音聞いたから。うん、バッシュの音？答えが体育館シューズの音。体育館シューズ、まあだからバレー部もそういう音聞こえたのかな。ね、はい。すごいです。そんなんだってわかるでしょ、スポーツ。めっちゃ恥ずかしかったです。なんか炊飯器だ。炊飯器が今恥ずかしくなっちゃう。圧力鍋と間違えてそうなとこも嫌だったね。みたいな圧力鍋。そうですね。ずっと混ざっちゃってる。あ、そうだね。カプセルホテルのじゃあ擬音なんかある？いや、そのざわ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 。そんなにざわざわ。いや、そうそう。本当？いや、ざわ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 。男子、いや、男子。本当もう8割海外の人なんで。ザーサーだけど、夜中もザーサーバカーとかさ、バカなんかそういう音かって聞いてる。ホテルのドアの音とか、カーテン閉める音とか、そういうの聞きたかったね。もうダメですか、あ、もうダメ。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 であなたが受け取れるかご確認ください。ここでサントリーからお知らせです。田中圭さん出演のテレビ CM でおなじみ新発売のサプリメントセサミンバイタルをご紹介します。皆さん毎日の疲労感大丈夫ですか？夕方にドッときたりね、寝覚めもすっきりしないとか、年を重ねるにつれて大変になりますよね。そこで新発売のサントリーセサミンバイタル、この商品には抗酸化作用を持つセサミン類とアスタキサンチンがダブルで含まれています。抗酸化作用、つまりサビを取るような成分ということですね。そうです。この2成分は疲労感の軽減を助けてくれるんです。疲労感は体が錆びているような状態も関係していたんですね。はい、このセサミンバイタルは機能性表示食品です。特保ではありません。本品にはセサミン類、アスタキサンチンが含まれます。抗酸化作用を持つセサミン類、細胞の抗酸化作用を持つアスタキサンチンには加齢に伴い疲労を感じやすくなっている健常な中高年の方の日常生活における一時的な疲労感を軽減する機能が報告されています。また抗酸化作用を持つセサミン類には日常生活において疲れを感じている健常な中高年の方の寝覚めという体調を良好に保つ機能があることが報告されています。ゴマのセサミンに加え、鮭が川を登る元気の源のアスタキサンチンも入っているところに注目です。疲労を感じやすくなっている方、さああなたもサビを取る成分で疲労感を軽減。新発売サントリーセサミンバイタル、およそ1ヶ月分税込み3996円、送料は税込み350円です。サントリーウェルネス公式サイト、お近くのドラッグストアなどでお買い求めください。新発売セサミンバイタルのお知らせでした。夏に開催してる野外お笑いライブ、ちょっと早いって、ま、花さん言おうしない。夏に開催してる野外お笑いライブ聞いてたら分かるんですよ、だって今、うん、ちゃんとディレクターさん Q からだから、うん、ね、マセキ芸能社のお笑いライブ、はい、告知でございますね、はい、マセキが毎年夏に開催する野外お笑いライブ真夏のショーフェス2024、うん、今年は初めての 2days 開催でございます、ね、うん、でナイツさんが出演する8月1日の Day1 の方は、はい、完売してるんですけども、はい、8月2日開催の Day2 の方が、うん、こちらまだねチケット販売中ですので、うん、ぜひねお時間ある方は、うん、村上も出る、僕は中 MC で、おすごいじゃん、出させていただいて、結構豪華なメンバーだよね。いやもうすごいですね、マセキグレープカンパニー、タイタン、人力車、吉本、渡辺って、各事務所が出張ミニライブという形で、うん、開催します、ね、それも1枚のチケット全部見られる、全部見れます、ね、それが1時半開演の7時半まで、うん、6時間でございます、うん、すごいね、はい、上野の恩師公園ですかね、そうですね、野外でやります、ぜひよろしければ来ていただければ幸いでございます。1万円です。ん1万円高い、1万円は高いです1万円もすんの、これ1万円でしたっけ、そんなする、1枚で見えるってことでしょ、うん、1枚、うん、チケット
チケットは3000円です。チケット3000円です。お一人様3000円ですので、だいぶ見やすい。絶対間違えちゃダメだろ。ごめんなさい、マジでごめんなさい。俺も1万円なのかな。俺もごめんなさい、1万円かと思ってました。さっきの話があるんだ。さっきの話があるんだ。ごめんなさい。本当ごめんなさい。3000円で。3000円でこれだけのね、うん、超豪華ですから。そうだよね。ウエストランドさんとかも出ますし。ぜひよろしければ。あの、村上の質問が来てる。はい。カプセルホテルで、うん、あ、中谷志乃さん。あの、カプセルホテルでアルバイトしてる村上さんならではのカプセルホテルあるある、うん、教えてください。うんね、そうね。カプセルホテルあるあるですか。うん、カプセルホ、うん、カプセルホテルあるあるは、うん、もうやっぱり外に出ることは可能ですか。あーって言われるってことね。チェックイン後に、あ、聞かれるね。チェックイン後に外出ることってできるんですかって、うんうん。うちはできるんですよ。うん、うちは絶対できますよって言うんですけど、できないところもあるらしいんですよ。あ、そうなんだ。一回チェックインしちゃったら。あなので、うちはできますよっていうのも、これもう毎日絶対聞かれるんで。カプセルホテルって本当にカプセルなの？あ、もうカプセルです。ただ、カーテンなんで、こう、こもってる感じではないんですよね。カーテンだけなんですよ、閉めるのが。壁じゃなくて、ね。壁じゃない。だからノーロックなんですよ。なので、貴重品など大事なものはロッカーに入れていただけると。カパって閉まるわけじゃないんだ。閉まるわけじゃないんですよ。じゃあカプセルじゃないじゃん。カプセルじゃない。でも一応ブースみたいなカプセルの中でなんか イメージは本当に薬のカプセルあるじゃん、はいはいはい、あれがパカって開くようなイメージ、うんうん、いやもう皆さん透明の皆さんそうなんですだけどノーロックなんですよ。え、村上君ありがとうございました。この後は日本チャレンジアスリート、日本チャレンジドアスリート。この時間はアース製薬がお送りします。勉強がダメでもスポーツ、スポーツが苦手でも芸術の才能があるかもしれない。え？あの雲を見てください。雲の巣を張れなかったら何をすればいいんですか？雲は雲の巣を張る以外ない。人間みたいに潰しが効かないんです。君はアース製薬には向いてないみたいだな。雲が雲の巣を張れないようにしてしまう恐るべきスプレー、アース雲の巣消滅ジェット。雲の駆除にも。君は人間だから潰しが効くんだろ？いいえ、潰しが効かないからこそ雲に感情移入するんです。この会社に僕の巣を張らせてください。あ、財布にお金がない！という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所はん？ローソン？その通り、ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ、 ATM ならローソンへ。日本チャレンジドアスリート、この時間はトヨタがお送りしました。1時からお送りしてきました日本放送ナイツザラジオショー、そろそろお別れのお時間となりました。この後は辛坊治郎ズームそこまで言うかです。明日木曜日は我々ナイツ11時30分からのビバリヒルズから出演します。ぜひそちらからお聞きください。今週のナイツザラジオショーはプロ野球大好きウィーク、明日はジャイアンツファン歴70年以上徳光和夫さんが登場です。徳光和夫さん、はい、すごいな。はるかちゃんのことをね、質素と言った徳光和夫さん、直接対決が見た年分ということです。来週の水曜日のゲストはチャンピオンズが登場ということです。大崎君はね、長崎日大野球部の第4キャッチャー。これはどうなんでしょう。これはね、大丈夫キャッチャー、これまたね、大崎なんで英検って何か下なのか、4級第4キャッチャーというのも出てきました。これね、3軍のクローザーと、うんうん、ね、一緒ぐらいです。同じぐらいかもしれないね。一緒ぐらいなの、ね、どうなんでしょうか。言えない、分からないよね。分かんない。俺たちからしたらみんなすごいと思っちゃうからな。もう野球をでも高校までちゃんとやってたとか、まあそのね、名門の中で入ってたっていうことはすごいんだよね、きっとね。と思っちゃってんだけど、でもなんかこう例えば芸人で、なんだろう、今2回戦まで来ましたとかって会社で、あ、すごいですねみたいに言われてるみたいな感覚なのかもしれない。そうか、なんか、うん、俺も高校は結構甲子園現役で行ってた、ね、あの学校だけど、その中のやっぱベンチに入れなかったやつもでもすげえモテる感じでいたんだよね。なんかすごい、なんかちょっとずるいよな、野球。M1 で言うと、さっきの村上くんは何回戦ですか？
あ、R1 かな、わかんない。あ、いや、そうだから野球に例 え, 例えると、あの M1 で例える、クローザーって、あー、3軍クローザ ー, ー, 3軍クローザーって M1 だと、なんだろう、やっぱり 2回戦とかなんじゃないかな。2回戦突破ですか、2回戦までですか、2回戦までかな。あ、じゃあ1回戦は突破、1回戦は突破してるでしょ、だってそれはさすがに忘れたかった。うん、2回戦がギリギリ、1回戦で受かってなかったらもうそれはだって野球やってないと思うから2回戦は突破してないってことですよね。4軍があるかどうかだよね。4軍が あるその組織で3軍だったら、まあ、一応ちょっとその1個上じゃん。でも3軍までしかない中の、うん、3軍までしかないんじゃないの、3軍のクローザーだったら、なるほどね、かどうか、そこは大事だよね。4軍があるかどうかが確かに、うん、だってこいつ1軍の第4キャッチャーだもんね、うん、大崎1軍なのか、まあ一応そうか、そうだよね、うん、もう全然上でしょ、大崎君の。でも高校だよね。あ、大学これは、うん、や野球高校、うん、そうだよね、甲子園行ってんだから、うん、いやー、ここまでの相手はナイツの土屋と花とメープルチョコキャンドナッツでした。
Those need them here, give love and pray.